はい、どうも皆さんこんにちは。これから不動産鑑定士試験2022年合格基礎講座会計学の第1回目、講義の方をスタートしていきたいと思います。担当はレクセニ講師の高坂です。はい、ではですね、今日は1回目、今日から2022年ですね、今これ収録してるのは2021年なんですけどね、皆さんが受験予定なのは2022年ということですね。はい、で、今日から会計学がスタートということで、ですね、ちょっと、この講座の流れですね、ひょっとしたら皆さんこの講座から受けられるという方もいらっしゃるかもしれませんのでね、でちょっと流れについて少し、あとはこの講座の趣旨ですねを、最初のところで少しお話をしていきたいと思います。で、講座としては、テキストですね、テキスト、合格基礎の、講座のテキスト、合格テキストと、それから別冊で高架家っていう、よく高架家会計学、高架家って皆さんおっしゃってるんですが、高架家、会計学ですね、高架家っていうのは問題集みたいな感じになってます。その2冊が、使用教材のような感じになるんですけれども、ただ実際この講義中ですね、この、合格基礎講座、この講義中に使うのは、テキストだけになります。その効果系っていうのは、なんていうでしょう、復習用教材みたいな形になりますので、皆さんがご自宅で復習されるという時に使うものがその効果系、効果系ということで、ですから授業中には使いません、授業中には使わないと、講義中には使わないということね。で、テキストを使って、講義の方をスタートしていくと、いうことになります。で、この講座の、中身なんですけれども、会計学ということで、おそらく多くの方初めてだと思います。で、会計学、ゼロからスタートすると、ゼロからスタートして、で、本来は合格レベル2って言いたいんですけれども、今回のこの講座について言うと、タイトルにあるように合格、基礎講座ね、基礎講座ということなんで、大体の部分は終わります。これでこの講座の中で大体は終わるんですが、やっぱりちょっとこう、枝葉の部分というか、少しこう細かいところはこの講座の中で扱うことができないということもあります。で、そういう時はこれとはちょっと別の講座になりますが、もうちょっと先の、いわゆる必修論点総ざらい講座なんていう講座があります。そちらの方にちょっと譲るとか、あとは、答案練習ですね。皆さん将来は、答案練習を受けると思いますので、答案練習のところでまた少し新しい論点を入れていきたいなというふうに考えています。で、ただこの合格基礎講座のところで本当に合格に必要な基礎の部分、ベースになる部分は一通り説明したいと思ってるんですね。ですか。で、会計学に関して言うと、ですね、ちょっと最初に お話をしておきたいんですが、もちろん試験がいらっしゃいます、お二人ですね、試験がいらっしゃるんですが、会計学に関して言うと、会計学ですよ、会計学に関して言うと、皆さんが受ける2022年からは、ですね、新しい、会計基準というのが、結構もう出来上がってるんですが、新しい会計基準がまともに出てくる可能性があるんですね。で、こういう言い方するとちょっと脅かすような感じになっちゃうんですが、皆さんが受験予定の2022年は、今年まで、ちょっと2021年を今年って言っちゃいますが、2021年今年までは現行の試験が4年間続くんですね。で、おそらく皆さんが受ける2022年は試験が2人とも交代しちゃうんですよ。おそらく絶対ではないんですが、通例で言うとですね、試験員が2人変わります、皆さんが受けるときは。おそらくで、ということは新しい、試験員2人ともですね、2人とも新しい試験員になるっていうことなんですね。絶対ではないんですが、通常であればそうなります。で、その新しい試験員になるということは何を意味するかということなんですが、結局一からリセットされちゃうんですよ。だから全部覚えないといけないっていう感じになっちゃいます。本当に教科書全部というわけではないんですが、過去に出た問題がないので、皆さん2022年の受験生はこのテキストですね、それから効果系の教材、それからあとは将来の必修論点だとか当連だとか、とにかく一通り のテキスト教材は一通り覚えないといけないということになっちゃうんですよ。例えばこれがですね、2021年、今年なんですが、一応今年という言い方しますが、今年の試験だともうこの今の試験員が過去に何回か出してますから、その同じ論点は出さないというのが通常なんですね。だから、2021年であれば、結構論点をこう絞ることができるんですね。過去に出た問題って同じ先生ですね、同じ先生で過去に出た問題というのは普通出さないんですよ。
だから2021年の試験の場合にはもうこのお二人の先生もう4年目になるんで過去に出た問題は出さないということですから、そうなると結構論点絞られるんですね。ところが皆さんが受ける2022年はお二人とも試験が変わっちゃいますので、そうなると過去に出た問題がないんですね。ということなんでもう全てオープンにして何を出してもいいという設定になっちゃってるんですよ。だから、このテキストだとか効果形だとか、それからあとはも、当連ですね、将来受ける当連あるいは必修論点総ざらい講座のようなと、テキストだとか当連類は一通りやっぱり覚えるということで、ちょっと冒頭からですね、少しちょっと重たい話になっちゃうかもしれませんが、2022年の受験生に対しては会計学はちょっとやっぱり例年と比べると分量が多くなるということはある程度覚悟をしておいてもらいたいんですね。分量が多くなります、覚える分量が。だいたい受験生から結構言われるんです、先生これやんなくていいですかとか、これ先生これ出たからやんなくていいですか、先生これは出たからやんなくていいですか、結構言われるんですね。でこれ先生出たからやんなくていいですか、まあ出た論点はやらないです、普通は。同じ先生からですよ、同じ先生から同じテーマっていうのは普通は出ないのでやらなくていいんですけれども、繰り返しになっちゃいますが、皆さんが受ける2022年は全くのゼロベースになってしまうので、もう本当に何が出るかわからない、もう全てがオープンということなんで、どのテーマが出てくるかはわからないと、まあ、いうことなんで、どのテーマが出てくるかわからないということはどうするかというと、どのテーマが出てきても対応できるように知識をつけとかないといけないということになってしまうの でしかも先ほどちょっと言ったんですが、新しい会計基準、この辺がもう2022年、皆さんが受験予定の2022年になってくると新しい会計基準がもうバン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 もう実務の段階でももう適用されているという状況になっているので、新しい会計基準なんかも出てくる可能性があります。そうなってくるとやっぱ会計学はかなり分量が多くなっちゃうなという感じです。ですから、ちょっとね、皆様もちょっと心してかかっていただきたいので、会計学はですね、なかなか例年と比べるとですよ、他の科目と比べるとそうでもないかもしれません、他の科目と比べるとそうでもないかもしれませんが、例年と比べると覚える分量が多くなるということですね。でそれは理由としては新しい試験になるからと、まあ決まってはないんですよ、決まってはないんですが、おそらく新しい試験になるから、とにかく覚える分量が例年と比べると多くなる。で今ずっと覚えるということをお話ししてきたんですが、鑑定士の試験、経済学だとか民法だとかで私が担当している会計学、この3つをまとめてよく教養3科目とか、まあ、いろんな言い方あるのかもしれませんが、教養試験なんて言います。でよくこの3つ比較されるんでしょうけれども、この3つの経済学、民法、会計学、この3科目の中でいうと、会計学という私が担当している会計学は一番鑑定評価理論という、まあ、メインになる科目と近いんですね。何が近いかというと、会計学はいろんな基準っていうのがあるんですよ。それが企業会計原則って、まあ、あるんですね。その企業会計原則だとか会計基準、いろんな会計基準があるんですね。それをとにかく正確に覚えないとダメなんですよ。覚えないとダメなんです。だから鑑定評価理論と学習はちょっと同じようなスタイルになるかと思います。要するにとにかくひたすら暗記暗記暗記になるんですよね。暗記です、暗記です。でしかももっと言うと、これ皆さんが受ける年新しい試験になる予定なんですけれども、実はですね、まあ、今年っていう言い方しますが、2021年、今年の試験員の先生の問題見ると本当に空欄補充が多いんですね。でこれは少なくとも他の科目にはあんまり見られない、特に民法なんか多分ないと思います、空欄補充なんていうのは。ですから会計学に関して言うと、繰り返しになっちゃいますが、とにかく新しい試験になるので一通りの内容を全部覚えなきゃいけないと、ちょっと大げさに言うと大体そんな感じです。だから分量多いんです、新しい基準も含めてとにかく覚える分量が多い。からもう一つは出題形式で言うと穴埋め問題が出るんですね。しかも一つ二つじゃないんですよ、一つ二つじゃなくて結構いくつも、7つとか8つとか結構な量で穴埋めが出ます。でおそらく皆さんが受けられる2022年は、まあ、新しい試験になるんですけれども、おそらく新しい試験員もその穴埋め形式、この形式は多分踏襲すると思うんですね。ということなんで、おそらくですよ、おそらく皆さんが受験予定の2022年の試験は形式としては
結構穴埋めの量が多いんだろうなって、穴埋め、空欄補充ですね。言葉だけを入れていくような感じです。おそらくなんですが、それは多分多いと思います。で、ということはどういうことかというと、空欄補充ですね。空欄補充が出るという前提なんですが、空欄補充という形で出るということは、出るということはより正確性が重視されるということなんですよ。空欄補充というのは基本は別解認めません。要するにもう決められた用語単語、これを空欄の中に埋めていくという作業になるので、基本的には別解がないんですよ。だから正確に覚えないといけない、正確に覚えないといけない。ぼんやり覚えてたり、勝手に自己流表現に変えたりする、絶対ダメです、絶対ダメです。もう後でもう泣きを見ることになりますが、私もいろんな受験生に言われるんですが、試験が終わった後ですよ、終わった後に言われちゃうんですが、先生こう書いちゃったんですけどどうしたらいいですか、どうしたらいいですかって終わっちゃったんですから、どうもこうも変えることができないんですよ。だからあれほど正確に覚えてねと言ってたんですが、なかなか自己流表現使っちゃう人がいるので、そうすると空欄補充は自己流表現認めないですから、もう回答例通り、回答通りの答えしか認めない、別解がないんですね。そうするとやっぱ正確に、いかに正確に覚えるかっていうことがすごく大事になってくるので、ニュアンスは同じでも表現が違うってことはあるんですね。でやっぱり言葉として正確に覚えないといけないので、とにかく会計学は正確に言葉一つ一つを覚えるという作業になるんですね。そういったスタンスで勉強していただきたいということ。であと最後にもう一つなんですが、日照簿記とか、簿記ですね、日照簿記っていうのは必要ですかとかっていう質問も結構あるんですが、日照簿記に関して言うと特に必要ないです。ただ実は先の鑑定士の本試験問題見てもそうなんですが、計算問題結構出るんですね。1台ですよ、1台なんですが、計算問題に関してこうちょこちょ こう毎年ではないですけどね、こう顔出してくることがあるんですね。ただ合格者に聞いても計算問題っていうのは多分できてないです、合格者も。だから合否には影響しないと思って多分間違いないですから、ですから計算問題、例えば簿記の計算ってあるんですね。それはできるに越したことはないんですけれども、簿記の計算なんていうのは別にできなくても合格はできるということなんで、簿記をですね、例えばこれからちょっと時間があるんで、例えば日照簿記検定ですね、を勉強してみようとかっていうことは特に必要ない。もちろん時間があってやる意思があるんだったらやってもらって構わないんですけども、マストではないということなんで、特にやらなくてもいいです。ただもちろんですね、簿記を知っていればそれだけ深い理解ができますんでね、それはそっちの方が多少は有利、本当多少ですね、多少は有利なんですけどね。ただ今からじゃあ先生俺簿記を勉強するわっていう必要はない、そういう必要はないですけどね。ですから、これからちょっとそろそろ中身の方に移っていきたいと思うんですが、会計学に関して言うと、とにかく2022年は、例年と比べると分量がやっぱ格段に増えてくると思います。申し訳ないですけどね、申し訳ないですけど、これはもう仕方がない。さあなぜかというと、おそらく2022年は新しい試験になるから、2人とも新しい試験になっちゃうんで、もう一回リセットされちゃいますから、やっぱ分量、覚える分量は例年よりも多い。ただもう一つは、覚えるときは正確に覚えないとダメ、正確に覚えないとダメ。特にこれから繰り返してお話をしていく予定なんではいるんですけれども、定義ですね、言葉の意味、定義は正確に覚えてください。ごくごく一部例外はあります、多少例外はありますけれども、定義に関して言うと正確に覚える、もうこれはもうマストだと思ってください。定義ですね、定義は正確に覚える。あと最後は、簿記は、特に学習は必要ないと、ちょっとやってもらってもいいんですけどね、やってもらってもいいんですが、簿記の学習については特に必要はないということですね。はい、そういうスタンスでとにかく覚えるという作業が中心になりますので、会計学、これから内容の方に移っていきたいと思うんですが、会計学はとにかく暗記です。でそれも空欄補充なんかも、おそらく出るんじゃないのかなと思うんですけどね、空欄補充みたいなものも出てきたりして、とにかく暗記というのが大事になりますので、しっかりと覚えるようにしておいてください。はい、で、中身については、なるべくですね、皆さん多分初めて、会計学は初めてかと思いますんでね、なるべくちょっとこうところどころ噛み砕きながらですね、説明していきたいと思うんですけどね、しっかりと予習はしなくていいですよ、
予習はしなくていいですから、今日これから第1回目ですね、勉強が終わったところに関して言うと、しっかりとその内容自体を復習しておいてもらいたいんですね。復習しておいてください。はい、ではですね、中身の方で、テキストですね。テキストの、端書きは結構です。で、端書き、本書の特徴は結構です。あと、目次ですね。目次もいらないですね。でも、早速なんですが、ちょっと映します。1ページ目になりますかね。ちょっとプレゼンターの方を1回映しますが、もう最初、ここからですね。はい、端書きだとか、その辺はいいです。目次とか。で、今日1回目ということで、会計学総論1ページ目ですね。テキスト1ページ目になります。はい、で、会計学総論なんですが、で、これ他のところでも他の章でもそうなんですが、基本的にあまりこの辺のところはそんなに詳しく読む必要はありません。こんなところは別に出るわけではありませんね。別に試験に出るわけではないので、そんな神経質に読む必要はないです。で、会計学総論ということで、そもそも、会計学って何かっていうようなお話ですね。会計学って何かというようなところね。で、ちょっと会計の意義で、この辺は飛ばしてください。会計とは、これ定義なんですが、こんなところ試験に出るわけがない。こんなの出ません。ですから会計とはということで、会計は会計ですね。で、ちょっと次のページなんですが、で、会計の種類、これも、そんなに無理して覚えるような内容ではないかなとは思います。ただ、ちょっと、説明します。会計と言っても、実はいくつか、あるんですね。で、ちょっと覚えなくて、その無理してこの辺は覚える必要ないんですが、ただちょっと言葉の使い方として、会計ということで、ごめんなさい、ちょっと上に戻っちゃいますが、企業会計ということで、これ企業がやってる会計です。企業がやってる会計で、通常営利を目的としてますね、企業は。ですから、営利会計と言ったりするんですが、あと非営利会計ということなんですね。で、皆さんが勉強するのは、企業がやってる会計です。じゃあ、企業以外のところがやってるところって何があるんですかということなんですが、例えば、自治体ですね、公務員です、役所。役所ですね、お役所。お役所なんかも会計やったりするんですが、お役所は営利団体ではありませんので、皆さんが勉強するのは会計というと企業がやってる会計ですね。で、企業がやってる会計と、これを皆さんがこれから勉強します。で、企業がやってる会計は財務会計と管理会計に分かれるんですね。で、これ何を基準に分けてるかということなんですが、企業会計というものを財務会計と管理会計に分けるのはちょっと右にずれて報告対象なんです。要するに誰に報告するかということなんですね。で、それによって分けてるんです。で、これ、外部の利害関係者というんですが、外部の人に報告をするのを財務会計で、会社の内部、企業の内部で報告するのを内部会計、内部の利害関係者で、内部の利害関係者である管理会計という言い方をするんですね。要するに外部の人に報告するなら財務会計で、内部の人たちの間で報告されるのは管理会計ということになります。で、そういうふうに、企業会計は分けられるんですけれども、鑑定士の試験、ごくごく例外を除いてはもう基本財務会計が試験範囲なんで、この管理会計というのは通常試験範囲に入りません。入らないんですけど、例外的に、本当にごくごく例外で出たことはあります。管理会計はちらっとだけ出たことはあるんですけれども、あんまり私はそれは良くないなと。本来は不動産鑑定士の試験、不動産鑑定士の会計学というのは財務会計を扱うっていうふうになってるはずなので、管理会計は普通は皆さん勉強する必要はないです。財務会計というのは外部の利害関係者の人たちに報告をするんですね。管理会計は内部に報告するんですが、内部に報告する管理会計というのは普通皆さん勉強しないんですよ。ですから皆さんがこれから企業会計ということで、本来企業会計は財務会計と管理会計と2つ分かれるんですけれども、財務会計だけやればいい、とりあえずだけやればいいですけどね。だから、その下、さらに財務会計はということで、もうこっちだけです、皆さんが勉強するのは。この管理会計というのは普通勉強しません。ほとんど勉強しないです。で、この外部の利害関係者に報告をするということで、財務会計なんですね。で、これが制度会計とさらに非制度会計に分かれるということで、財務会計ということで、これは外部に報告をするみたいな形です。ですから、ちょっと一言だけ。
財務会計は外部の、まあ、利害関係者なんですが、まあ、要するに簡単に言うと外部に報告をするという会計です、まあ、財務会計ですね。で、外部の人たち、まあ、外部の利害関係者っていうんですけど、外部の利害関係者に報告をする、そういう会計のことを財務会計と言ってます。財務会計、財務会計ですね。で、財務会計なんですが、で、今まではですね、ほとんど財務会計って言っても制度会計って言ってたんです。なんでかというと、外部に報告するのが財務会計というのは当然ルールが必要なんですよ。外部に報告するから勝手なことは認められないということなんで、制度に基づいてるんで、財務会計はすなわち制度会計だというふうに見てたケースが多かったんですが、最近はですね、ちょっと制度に基づかない会計というものも出てきて、まあ覚える必要ないんですけどね、非制度会計というものもあります。制度会計と非制度会計ですね。要するに外部に報告するということで、制度に基づいた会計と制度に基づかない会計というのがあるんですね。で、制度に基づくというのはちょっと右にずれていただいて、制度に基づいた会計ということで、制度って法律なんです。で、会計に関連する法律は3つあるんですね。金融商品取引法と会社法と税法というね、ごめんなさい、ちょっと線伸びちゃいましたけどね、この3つの法律があります。で、金融商品取引法に基づく会計、会社法に基づく会計、税法に基づく会計というのがあるんですね。で、3つの法律があって、それぞれにこう会計というものがあるんです。ただ皆さん鑑定士の受験生が勉強するのはほぼほぼこの金融商品取引法会計です。で、9:1:0、税法会計、まあ税務会計ですね、税務会計は勉強しません。これ関係ない。税法に基づく会計ですね、これは関係ないです。で、金融商品取引法が9で、会社法が1ぐらいです。9:1ぐらいで、ほとんど金融商品取引法です。つまり、これから勉強する財務会計は外部に報告する。で、外部に報告するということは、おおむね制度に基づいている会計と同じです。で、制度というのは3つあって、特に皆さんが注意をして勉強しないといけないのは、金融商品取引法会計なんです。まあ、たまに会社法ちょっとありますけど、税法は出てきません。税法に基づく会計、いわゆる税務会計は試験には出てこないと。で、ちなみにちょっと参考までに、外部に報告する会計、いわゆる財務会計なんですが、財務会計で制度に基づかないものって何ですかということで、最近よく IR、IR って言葉よく目にすることがあるかと思います。インベスターリレーションズということで、インベスターというのは投資家なんですね。投資家とのリレーションズ、関係ということで、ちょっと左書いておいたんですが、これは覚えなくていいですが、インベスターリレーションズということで、 IR ということで、企業が自主的にやってるんですよ。これ自主的に行う投資者向けの広報活動、例えば新製品、うちの会社が扱ってる新製品をホームページ上で公開するということになると、ですね、その新製品、例えば 5G というね、例えばですね、例えばそのうちの会社が来月から 5G という、まあ、なんていうの、携帯を販売するというのをホームページ上で発表すると。で、そうすると、例えばですよ、その会社の株が上がったりします。そうするとその株を、会社の株を持ってる株主たちはすごく嬉しくなるわけなんです。だからそういう形でインベスター、投資家の人たち、まあ、株主なんか中心なんですが、株主との関係、会社と株主との関係がすごく良好に保たれるんですね。ですから IR ということ、結構最近増えてると思うんですが、IR 活動ということで、ホームページ、会社のホームページに新しい製品かなんかを乗っけておいて、などとみんなそれにアクセスをしてこう見るわけでね、と、ああいいねと、それがこう口コミで広がったりすると、会社の株が上がる。で、会社の株が上がるということは、その会社の株を持っている投資家の人たちは喜ぶわけですね。まあ、そんなふうにして投資家との関係がすごく良好に保たれるという、インベスターリレーションズと言います。ただこれは先ほどちょっと触れたように任意で会社がやってるだけなので、これは強制力はない、別に強制的に IR っていうのは活動をやってるわけではないんですね。ですから
財務会計、ちょっともう一回戻っちゃいますが、財務会計は外部の、まあ、利害関係者というんですが、外部の利害関係者の人たちに報告することが財務会計です。で、財務会計はほぼほぼ制度が必要なので、やっぱ外部に報告する以上はですね、外部に報告する以上は一定のルールというものが必要なんですよ。そのルールに基づいて会計というものを考える。これがいわゆる制度会計。だから財務会計は大体制度会計と同じだと言われてたんです。ただ最近は制度ではない、制度に基づかない会計なんていうのはちょっと出てきたんで、 IR 活動みたいなものもちょっと出てきちゃった。でこの先ほど言いましたホームページですね、ホームページ上に例えばその製品を載っけるみたいな、あと外部に報告、これもある意味外部に報告してるんですね。まあ外部っていうかもう世界中でホームページなんで世界中の人が、見ることができるんでしょうけれども、外部の人に報告をしているということなんですね。でそんな形で、まあ、制度に基づかない IR というインベスターリレーションズなんていう活動も最近はどんどん増えてきてるんだろうと思うんですが、ただそういう内容は皆さん鑑定士の受験生にはまず 99% ってかほぼ 100% そんな話は皆さんには聞きません。皆さん鑑定士に問題として設定されるのは財務会計、まあ、外部に報告するんですが、こっちです、制度に基づいた会計です。制度にも、でさっきちょっと言いました、制度って何ですかって、法律です。で実はまあ法律にまあ準ずるものもちょっとあるんですけれども、法律なんです。3つの法律がある。この3つの法律が会計というものをこう縛っちゃってるようなところね、まあ、ルールを決めてる。金融商品取引業、昔は証券取引業って言ってたね、今は金融商品取引法っていう、あと会社法もあります。会社法という法律もその会計というものに対しては一定の縛りをかけるということがあるんです、ね、あとは税法ですね、まあ、税務会計、まあ、税金ですね、税金を納めないといけないんで、これもちゃんと勝手に税金を納めていいってわけじゃないので法律がありますからね。ただ先ほど言いました税法会計、まあ、税務会計というんですが、税法に基づく会計、税務会計、これは皆さん鑑定士にはまあ出ないです。で会社法もあんまり出ない、多少は出ることありますけどね、多少はこれから皆さん会計やるときに会社法ではとかいうことで、会社法ではこんな風ですよみたいなことでちょっと出ることはありますけど、まあ出ないですね。ということでほぼほぼここです、皆さんが勉強するの。これから金融商品取引法という法律に基づいて、会計というものを考える、まあ、その会計を皆さんがこれからずっと勉強していくということなんですね。はい。で、もうちょっとだけやります。その下ですね、企業会計、営利会計で、これはいいです、覚えなくていいです。企業会計ですね。で私たちが勉強するのは企業がやってる会計です。企業会計そのくらいで、ここは そのくらいです。要するに営利団体、要するにレックも含めて儲けですね、営利ですね、営利を追求しますんで、そういう会社、まあ、企業がやってる会計で、ちなみに会計というと例えば東京都庁ですね、都庁、まあ、公務員の人たちですね、まあ、お役所というかですね、都庁がやってるような会計、いわゆるそういうものもあります。で、都庁ですね、都庁なんかは営利団体ではありません。別に儲けようって思ってないですから、非営利団体で、まあ、非営利ですね、まあ、そういう会計もあるんですよ。役所がやってるような会計ですね、まあ、そういうのもあるんですけども、皆さんは関係ない。皆さんは企業がやってる会計を勉強するということになりますんでね。はい。でちょっと次のユニットで詳しく説明したいと思うんですが、次のページですね、3ページ目になりますかね。でちょっと一旦ブレイクタイムを挟んで次のユニットで詳しく説明しますが、改めて財務会計と管理会計というお話をしていきたいと思うんですね。でちょっと最後に、これでユニット1は終了します。ちょっとこの辺からは次のユニット2のところで説明したいと思うんですが、これから皆さんが会計学を勉強するときにうるさいと言われるかもしれませんが、とにかく正確に暗記しないといけないですね。特に定義は正確に暗記しないといけないんですね。で、一応参考ですよ。絶対的なものじゃないです。皆さんガッチガチに覚えちゃう、考えちゃう人いるんですが、一応点線をつけた部分と、今回これ点線なんですが、実線ですね。ビーッと実線つけて、アンダーラインとして実線つけた部分があります。でそれはもちろん両方とも覚えてほしいんですけれども、点線つけたところは多少は自己流表現でもいいですよと、もちろんこのまま覚えられるのがベストですよ。ですか、教科書の表現を
覚えるのがベストなんですよ。ただこの点点点という点線ですね、点線の部分はそこまで強く正確性は要求されないということです。今度また別のところで出てきますが、実践も出てくるんですよ、ビーッと。で、実践のところはもう必ずもう正確に覚えてほしいということで、あと基本的にアンダーラインをつけたところが大事、ね、アンダーラインをつけてるところが大事。さらに言うとそのアンダーラインも2つ種類があって、この点点点というアンダーラインとビーという実践のアンダーラインと、まあ、2つあって、実践の方が重要度が高いです。点線はそこまでではないと、まあ、いうことですね。ですから、これから皆さんが、復習される際、は、まあ、ちょっとその辺をこの点線がついている部分が基本的には大事だという認識で勉強を進めていただきたいんですね。ただですが、ちょっと誤解しちゃったのかもしれませんが、点線のところももちろんこれちゃんと覚えられるんだと、正確に覚えた方がいいんですよ。ですか、例えば皆さんが受ける2022年でもまあ多分変わらないと思うんですが、レックの教科書を本番の会場に持ってったらそれは合格点取れますよ。見ながら書いていいんだったら、見ながらですよ、もちろんそのことはダメなんですけど、見ながら書いていいと、まあ、いわゆる持ち込みかとかっていうんですかね、持ち込みかだったらそれは合格点取れますよ。ですから持ち込みかの状況にしちゃえばいい。でも実際にはさ、ダメです。だからここのテキストのこの記載されているデータをここの中に入れておくんですね、頭の中に。そして本番の試験でそれを吐き出すということなんです。ですから実際テキストなんか持ち込むことはできませんので、ね、もちろん試験は持ち込み不可ですからダメなんですけれども、ここのテキストに書かれている内容を本番の試験では書いていただくということになりますんでね、まあ、しっかりとそういうスタンスで勉強をこれから進めていただければと思います。はい、ではですね、ちょっとユニット1はここまでにしますので、ユニット2、今度はですね、ブレイクタイムを挟んで、今度次のユニットから少しずつこう会計という中身の本質の方にこう移っていきたいと思います。ではちょっと一旦ここで、ブレイクタイムを取りたいと思います。はい、では引き続いてユニット2に移ります。ではちょっと画面切り替えちゃいますが、テキスト3ページ目ですね、ここからで、財務会計はさっき言いました、この言葉はですねちょっと太字で書いてあります。まあ、ゴシック体っていうんですかね、ちょっと太字になってます。まあ、この辺ちょっと強調してますよね。太字で書いてあるところは、まあ、大事な言葉ということで少しこう強く意識しておいてください。財務会計、ね、財務会計とはということで、さっきちょっと言いました、財務会計は外部に報告をするという会計なんです。財務会計で、もうちょっと正確に定義をするとちょっと切り替えますが、財務会計とはということで、財務会計とは企業の経済活動を貨幣額で記録計算し、その結果ですね、で結果っていうのは何かというと、財政状態とか経営成績とかキャッシュフローの状況なんですね。こういうものを財務諸表によって外部の利害関係者に報告するシステムのことを言うと。で、ちょっともういきなりここまでで、ちょっと辛いと。で、いろいろ分かんない言葉出てくると思います。で、ちょっと最初にこれも会計学の学習法の一つとして覚えておいていただきたいのは、会計学ってたまになんですけども、後で出てくる、後で説明する内容が言葉として前に入ってきちゃう時があるんですよね。だから時としてちょっとこう分かりにくいということが出てきちゃうんですよ。私はもちろん最後まで全部読んできてるんで分かってるんですが、皆さんもちろん今日初めてなんで、この後の内容を理解しないと今のこの内容が分からないという言葉が出てきちゃう時があるんですね。でそうするとやっぱり勉強しててもちょっと嫌になっちゃうわけですよね。なんか分かんないということで、だからそういう時は多少無理をしてても前に進むということ大事です。ですから1から10まで一つ一つを前から順番に全部理解しようとするとものすごい時間かかっちゃうので、分かんない言葉がちょっと 2,3 ですね入ってきてもあんまり気にしないと、もうちょっと無理をして先に進むということも大事です。まあ、全部分からなかったらダメですけれども、まあ、多少分からない言葉が出てきても無理しても先に行っちゃうんですね。で後で言葉が出てくるっていうケースがあります。で戻っちゃいますが、財務会計とはと、財務会計とは企業の経済活動を貨幣額、お金ですね、お金で記録して、まあ、計算してその結果ということで、結果っていうのは財政状態、ちょっと後で説明します。経営成績、これもそうです。キャッシュローの状況ですね、この後で出てくる言葉です。でその結果を財務諸表ということで、まあ、ちょっとその下に書いてあるんですが、これもこの後出てくるんですが、要するにこの財務諸表というこれは書類の束なんですね。
一枚一枚の書類の束です。でこの書類の束で実務家の人たちは決算書とかっていう人いるかもしれませんが、決算書ですね、会社の決算ですね、会社の決算書みたいな財務諸表という、まあ、正確には財務諸表というんですが、財務諸表というものによって利害関係者、まあ、外部ですよ、外部にいる利害関係者と呼ばれる人たちに報告をするというシステム、仕組みのことを言うんだと。で簡単に言っちゃうと、財務会計は外部にいる利害関係者と呼ばれる人たちに報告をする。何をって、何をって言ったら財政状態、経営成績、キャッシュローの状況ですね。じゃあ外部にいる利害関係者って誰ですか。でメインは株主債権者です。でもそれだけではなくて、政府なんかも利害関係を持っています。例えば政府に対しては法人税を払うんですね、会社は。だから政府に対しては法人税を払うという意味でやっぱり利害関係を持ってるんですよ。ですからちょっと一言だけ、これ参考までに、ここは法人税、こういうものを持って会社と政府っていうのは利害関係を持っちゃうんですね。ただまああまり普段考えません、政府の存在なんてあまり考えませんので、株主だとか債権者と呼ばれる人たちが中心です。もっと言うとやっぱ株主ですね、株主が利害関係者の中心です。皆さんの中にも多分株買ってる人いるんじゃないのかなと思います、はい、株を買ってる人、まあ、債権を持ってる人とか、まあ、政府なんかもそうですが、いろいろと、まあ、他にもいるんですが、外部の利害関係者がいます。でこの人たちに企業は報告をしないといけない。ちょっとその人ですね、例えば A という会社があったら、株主、債権者、政府などのいわゆる、まあ、外部の利害関係者ですね。でこの外部の利害関係者に報告をします。でこの報告をする時の書類が財務諸表と呼ばれる書類なんですね。でこれは、他にもですね、ちょっと細かい付属の書類なんかをくっつけたりするんですけれども、基本的にはこういったところがメインで、さらに言うと今まではこの2つがメインだったんですね。貸借対照表とか損益計算書っていうんですね、聞いたことある人いるかもしれませんが、ただ最近はですね、キャッシュフロー計算書だとか、まあ、株主本当返納計算書だとか、まあ、こういった書類ですね、一枚一枚の書類なんですが、これを束にまとめちゃって、まとめたものを財務諸表と言っています。で、この4つですね、4つ。まあ、4枚ですかね。で、この財務諸表ということで、これをこの人たちに公開をするということで公表する。でこれが財務会計なんです。要するに外部の利害関係者の人たちに財務諸表を公表しますよということなんですね。でちょっと詳しい内容はまたちょっと別の機会で説明しますが、貸借対照表って、まあ、一番の書類なんですけどね、貸借対照表って何かといったら、期末、これ決算のです、決算の時の財政状態を表している会社の財政状態です。で損益計算書っていうのは1年間、例えば4月から3月なんですが、4月から3月の1年間での経営成績なんて言います。で株主本当変動計算書、株主本当変動計算書っていうのは株主の持ち分が1年間でどれくらい変動しているかを表している。でキャッシュフロー計算書ということで、1年間でキャッシュがどれだけ増えたか減ったかいうようなことですね。まあそんなような内容で、まあ、詳しい内容はまだ別に覚える必要ないんですが、そういうものをいろいろこう書いてある4枚の書類で、こういった書類をまとめて財務諸表という言い方をして、会社はこの人たちに公表します。特に株主、やっぱ大事だね、株主は大事になりますね、株主に対して公表するということになるわけですね。でこういうのを財務会計と言ってます。いいですか、財務会計は外部の利害関係者と呼ばれるような人たちに対して、企業というものが財務諸表とこの書類の束ですね、これをこの人たちに公表すると、これ財務会計と言います。こういう会計を、でちょっと次のページなんですが、これはあんまり覚えなくてもいいんですが、ただちょっと言葉ぐらいは少し気をつけておいてください。少し覚えておいた方がいいかなと思います。詳しい内容を理解する必要ないんですが、管理会計というのがあります。で、管理会計というのは内部にいる人たちの中で報告をされる会計です。管理会計。内部にいる利害関係を持った人たちに行われる
まあ、会計で内部利害関係者である企業経営者が経営方針や経営計画を設定し、さらにこれに基づいて行われた経営活動の結果を分析評価するための会計情報を提供することを目的とするということなんで、まあ、この辺はあんまり詳しく覚えなくていいんですね、まあ、だからちょっと点点点にしてるんですが、あんまりここは詳しくなくていいです。ここは大雑把でいいです。例えば逆でもいいです。上司から部下でも逆でもいいです。 あくまでも内部の中で報告をされるということですね。ですから一つの会社の中で内部において報告をされるのが管理会計です。例えば具体的には売上の現在の状況だとか、ライバルの企業がどれくらいいるだとか、いろんなことがここで報告をされます。でこれは決まったものはありません。あくまでも自主ルールに基づいてますが、勝手にですね、管理会計ですから自分の会社の中で決めちゃいますんで、ね。ですから例えば企業経営者、まあ、社長なんですが、社長が経営方針で経営計画を設定して、さらに これに基づいて行われた経済、経営活動の結果というものをですね、分析をしたり評価するために、例えば売上の状況が今どれくらい増えてる、どれくらい減ってると、あるいはマーケットシェアだとかですね、ライバルの企業どれくらいいるかとか、まあいろんなことがここで報告をされます。これが管理会計ということなんですね。ただ詳しい内容は理解する必要はありません。管理会計ですね。ただ言葉ぐらいは覚えておいた方がいいと思います。皆さん将来鑑定士として活動する上でも、ね、管理会計ということで、まあ、何も知らないよりは知っておいた方がいいかなと思います。ですから、ちょっとモニター切り替えちゃいますが、改めて財務会計と管理会計、今2つの言葉について説明しましたが、アンダーラインですね、まあ、一応つけておきました。でどちらも点点点という点線ですね、まあ、そこまで重要度が高くないし、これは実は財務会計とか管理会計という言葉自体は、例えばそのこの後勉強すること、もうちょっと先で勉強しますが、その企業会計原則というルールがあるんですね。それからまあ会計基準もあるんですが、これオフィシャルなルールじゃないんですよ。基準じゃ、オフィシャルな基準ではないんですね。だから、多少ですね、表現違っても大丈夫なんです。別にこれは統一した表現というものがありません。管理会計とはとか財務会計とはという言葉でに関して言うと、会計基準の中にある表現じゃないので、多少はまあ自分の言葉で書いてもらっても大丈夫です。一応財務会計ということで外部の利害関係者に報告をする、管理会計は内部の利害関係者の中で報告をされるという会計で、まあ、一応そのくらいで覚えておいてください。で、ちょっとこれも今日初めてなんで1回目ですよね。1回目なのでちょっと皆さんにお話をしておきたいんですが、どうしても皆さんに、ね、よく質問を受けちゃうんだが、受けちゃうんですけども、どうやって覚えるんですかっていう、その覚え方のノウハウというか、まあ、テクニックですね、まあ、それを聞かれることもあるんです。どうやったら覚えられるんですか。で基本的にはごく一部の人、なんかすごい特殊な能力を持ってる人もいるようですけどね、なんかテレビでなんか一瞬にして、なんか この文章を覚えちゃう、なんかそういう特殊な能力を発揮するような人もいるようですけども、普通の人たち、私も含めて普通に暮らしてる人たちはそんな特殊な能力ないですから、もう努力しかないんですよ、覚えるのは。だからよく皆さんに言われるのは、どうやって覚えてらいいんですかって言われちゃうんですが、すみません、ちょっとここは大事な問題なんで、ちょっと 2,3 分少し余談も含めてお話をさせていただきたいんですが、その、まあ、暗記って言ってもいいですかね、暗記、覚える、その暗記の仕方、覚え方ということなんですけれども、ちょっと少し話それちゃいますが、私は女房と時々車乗って、行くんですが、出かけたりするんですけどね、私と女房ですね、もう全然性格も合わないですね。別に喧嘩してるわけじゃないんですが、もう性格なかなか合わないんですよ。で私ですね、車で運転するんですね、まあ、もちろん車を運転するので女房隣に乗ってるんですが、よく道間違えるんですよ、よ私が。で道間違えるというか覚えないんですよ、道を。で隣に、まあ、女房が乗ってるんですけどね、女房は一回通ると覚えるらしいんですね。だから私がこう車で運転して、まあ、一応ナビもつけてるんですけどもね、なかなかね覚えないんですよ。たまに道間違えると女房ぶち切れて、そこのローソンじゃないでしょっていう、もう一つ先のローソンじゃないって、なんで覚えないのって言われるんですよね。なんで覚えないのって言われても、それが分かったら苦労しないんだよなっていう、まあ、もうこの辺まで出かかるんですけども、覚える覚えないってある意味多分才能が影響してるんだろうなと私は勝手に自分で慰めてるんですね。
才能ない人っていうのはやっぱり覚えるのが苦手なんですよ。で私なんかも全然道を覚えないんです。全然道を覚えない。本当にこんなこと大きな声じゃ言えないですけどね。で女房は一発で道を覚えるんですよ。確かにあの隣に乗ってると、あんたここじゃないでしょ、そっちでしょっていう。でじゃあどうするかということなんですが、私は女房が寝てる時に一人で車運転して、で自分でナビを頼りに何回か行きます。一人でだいたいですね10回ぐらい往復すると覚えます。さすがに10往復ぐらいすると。で今度女房乗っけて、あれあんた覚えたじゃないと、なんかあんたスムーズじゃないと、いやそれはだってそれはもう当たり前じゃんみたいな。実際にはもう10回ぐらい言ってます。要するに覚えられないっていうことを嘆く受験生結構多いんですね。あの覚えられない覚えられないというのは私が道を覚えないと一緒で、多分努力が足りてないです。厳しい言い方をすればうちの女房に言わせるとあんた努力が足りないのよって言われちゃうんですね。やっぱり覚えないというのは覚えるだけの作業をしなきゃダメなんですよ。だから覚えられない覚えられない、例えば100回読んで覚えられなかったらさすがにそれは嘆いても仕方ないのかなと思うんですが、多分皆さんそこまでやってないんですよ。だから1回2回読んで覚えられないとか言ってるんですよね。あの1回2回じゃ覚えません。会計学っていうのは、まあ、他の教養科目もそうなんですけれども、あの専門性の高い科目ですから日常を使わない言葉なんですよ。さっきの財務諸表、まあ、使ってる人いるかもしれませんが、財務諸表なんて言葉使わないんですね。だから普段使わない言葉なんで、これを皆さんが論文としてこう書かなきゃいけないですね。そのためにはとにかくトレーニングは絶対必要です。覚えるというトレーニング、つまり覚えるということは何かというと繰り返すというトレーニングなんですよ。そこを面倒くさいとか思ったらもうダメですね。それは覚えられないです。でもちろん一定の時間は必要なんです。ですから短時間で覚え込もうっていうのは無理なんですよ。時間かかりますよ。だからそこで嫌になっちゃうんですよね。なんか何回やってても覚えられないとかって嫌になっちゃうんでしょうけども、でもそこで嫌になっちゃったらもう終わりです。受験というのはもうそれで、やっぱ最難関の国家試験ですからね。皆さんが受ける不動産鑑定士って少なくとも不動産系でいうと最難関の国家試験なんですよ。もともと地頭がいい人たち、その人たちが受けて数人に一人しか受からないような試験ですよ。なもうちょっとだけやっただけじゃそれは受からないですよと。やっぱり何回も何回も繰り返して繰り返して、もう嫌になるぐらい繰り返してやっと自分の表現になりますから、そこまでは我慢です。我慢です。だから覚えられない覚えられないと言ってる人はやっぱり覚える努力をしてください。読書百遍以自ら通ずなんて昔確かそんなことわざかなんかあったような気がします。まあ読書も100回読めば意味っておのずと通じてくるんだということで、読書百遍以自ら通ずということで100回読めばわかるでしょうと。でもさすがに100回はちょっと無理だとは思うんですが、何回も繰り返して読んでいくと最初は分かんなかった言葉でもだん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 後から理解が追っかけてくるケースってあるんですね。だから皆さんは会計学多分初めてだと思います。もう一つ一つの言葉がいちいち分かりにくい、普段使わないんで。でもそれもだんだん使ってるうちに慣れてくるんですよ。そこまではもうトレーニングです。もう嫌だと思っちゃったらダメですから、嫌だと思わずにトレーニングをしてください。そうするとだんだん慣れてきますからね。最初にも嫌だと思わないようにしていただいて、とにかくひたすら読む。でもう書くのめんどくさかったら音読でもいいです。音読でもう意味わかんない、もう意味わかんないけどとりあえず10回ぐらい喋ってみる。そうするとなんとなくあこんなもんかなって後から理解の方が追っかけてきてついてきてくれるということがあるので、まずはちょっと書くのが大変だという人は音読でもいいですから、少しこう繰り返してやるということが大事ですね。ちょっとその辺だけ気をつけておいてください。覚えるにはとにかく暗記はトレーニングです。はい。でちょっと話が逸れちゃったんですが、まあこの、財務会計管理会計ですね、ちょっとこの辺のところ何回か繰り返して読んどいてください。はい。で改めてこの管理会計はいいです、ちょっと置いといて、管理会計は あまり出てきません。で財務会計を覚えてください。財務会計ですね。財務会計ということで改めて企業の、まあ、外部の人に対して行われ報告される会計なんですね。で先ほどちょっと触れたんですが、財務会計は企業の外部の人、いわゆる利害関係者に対して報告するのが財務会計です。
ってことは財務会計ということで外部の利害関係者に報告するんですが、その報告するための、まあ、媒体というか、これが、ちょっと画面切り替えちゃいますか、財務会計ですよ。財務会計は外部の利害関係者に報告をする。外部の利害関係者に報告をする。で、外部の利害関係者に報告をするものが財務会計なんだけども、その報告をする時の、まあ、手段というか、それが財務諸表という書類の束みたいな感じです。で、これはフィナンシャルステートメント2ということで FS なんていうか、で、あの、結構ですね、財務諸表これ書くとめんどくさいので F/S って書いちゃったりすることもあります。まあ、だんだん言葉慣れてくる、これも含めて慣れていただきたいですが、財務諸表という書類の束ですね、これを使って、まあ、外部の人に報告をするんですね。で、ちょっといきなり財務諸表なんて言ってもですね、ちょっと分かりにくい、難しいと思うんですが、ちょっと例え方がこれ良くないかもしれません。あまり良くないかもしれませんが、私たまにですね、競馬をやるんですよ。全然当たらないんですけどね。で、競馬新聞ってあるんですね。競馬新聞を買ってどの馬が来るかなと、この馬にかけてみようかなとかって、そんなことを考えるんですよ。で、競馬新聞ってこう 何ページもあるんですね。まあ、それと財務諸表一緒に先生するなよと言われちゃうかもしれませんが、要するに我々が株を買うとき、株の売買ですね、今度は株の売買するときはやっぱり情報が必要なんです。まあ、競馬新聞みたいなもので情報が必要なんです。その情報になる、まあ、競馬新聞に当たるようなものが財務諸表ということで、この財務諸表という書類の、まあ、束ですね、書類の束を見て我々は、あ、ここの会社の株を買ってみよう。例えば任天堂と、任天堂これからなんか伸びるなと、じゃあ任天堂という会社の株買ってみようかなとか、まあ、どこでもいいですけどね、A という会社の株買ってみようかなと、逆に B という会社の株は売っちゃおうかなとか、そういう株の売買ですね、例えばそういうことです。投資家っていうのはそういうことなんですが、その財務諸表という書類の束、フィナンシャルステートメント2ということで FS でね、この財務諸表 FS、 これを見て株を買おうかな、いや株を売っちゃおうかなとか、そんなようなことを考えるんですね。で、そういうものが財務諸表というものになります。で、ちょっと次のページですね。で、その財務諸表、まあ、いくつかの書類の束なんですが、まず一つ目ということで貸借対照表という一枚のシートがあります。シートです、もう一枚のシートで、この貸借対照表、ちょっと、貸借対照表バランスシートで、これは BS で覚えてください。貸借対照表ってめんどくさいんですよ、結構漢字で書くと。で、漢字で書くとめんどくさいので BSBS って書いちゃうんですが、で、そう言っといて矛盾しちゃうんですが、答案に書くときは BS って書かない方がいいです。絶対ダメだとは言いませんけども、答案に書くときはちゃんと日本語で書いた方がいいです。貸借対照表で、まあ、問題に BS って書いてあれば別ですけどね、答案にはちゃんと日本語で貸借対照表って書いた方がいいですね。ただ説明するときはめんどくさいので BSBS って言っちゃうんですよね。バランスシートっていうことで貸借対照表って言います。ちょっと一旦下がっていただいて、ちょっと簡略化したやつですよ。簡略化した BS というのは貸借対照表なんですが、こういう一枚のシートなんです。で、これを見て、これを、まあ、作ることになるんですね。で、これが貸借対照表という、ものなんですが、で、ちょっと上に戻っていただいて、貸借対照表というのは期末、まあ、これ決算なんですが、決算の時点での財政状態、財産額を表す。つまりこの貸借対照表、バランスシートと呼ばれるシート、1枚のシートなんですが、この1枚のシートでどれだけ期末の段階、決算です、決算の段階でどれだけの財政状態、どれだけの財産を持っているか、そんなことが分かるんですね。で、例えば財産が多い会社、通常財政状態いいと我々投資家は判断します。逆に財産が少ないなという会社は財政状態が悪いなということですね。で、この財産って言葉を使っちゃったんですが、もうちょっと正確に言うと、これ純資産という言い方になります。この純資産で、純資産というのは純粋な資産なんですが、純粋な資産って何かというと資産から負債を引いた金額なんですね。例えばちょっと簡単に説明しちゃうと、銀行から100億円借りてきた、これは負債です。で、株主からの資金提供ということで200億円あった。で、この合計で300億になるんですね。銀行から借りたお金が100億、株主から集めてきたお金が200億、合計300億、これで商品を仕入れたり土地を買ったり建物買ったり、まあ、いろいろあるわけですね。これが資産になります。
で、こんなような全体がこの1枚のシートに書かれるんですね。これをバランスシートって言います。で、ちょっともう一回気をつけてほしいのは、このバランスシートって期末時点なので、例えばこの辺のところにですね、例えば3月決算だと3月31日時点みたいな形になっちゃうんですね。ちょっとこういうふうに日付書いておきます。例えば3月決算ですね。で、3月決算の場合には3月31日時点での話ですね。で、この貸借対照表、この1枚のシートなんですけども、真ん中で分けるんですよ。真ん中で右と左分けるんですが、真ん中で分けて、まず右の方なんですが、これ決まっていてフォーマットがですね、右の方ちょっとまず注目してもらいたいんですが、真ん中で1枚のシートを分けて、真ん中で右の方は左の、まあ右ですね、右の上のところは負債が書かれます。負債というのは例えば銀行からの借金です。例えばちょっと金額で言うとですね、100億円とかで、その下純資産というか株主からの資金提供、まあ、などということ、他にもいろいろありますが、株主の資金提供が200と、でこれで合計で300になるんです。改めて、銀行から100億円お金借りてきました。で、株主からの資金提供で200億円がありました。合計300億円、今これだけの資金を調達しましたということで、このバランスシート右半分は資金の調達源泉が分かるって言われてます。もうちょっと砕いて言うと、どうやってお金集めてきたんですかって、どこからどうやってお金を集めたんですかっていうことですね。で、今度は左移って、真ん中で区切って左で、この300億のお金を集めてきたら、例えば現金のまま持ってるとか、銀行に預金としてお金を預けるだとか、商品を仕入れる、商品って、まあ、商品って書くんですが、仕入れです、商品を仕入れてそのまま今在庫で持ってるって、商品を在庫で持ってるんですね。建物買ってきたり土地を買ってきたり、まあ、他にも点々とあります。で、これが合計で300億になってるはずなんです。で、こんな形で右と左がちょうど真ん中に分かれて、合計金額は同じになるんですよ。必ず合計金額は一緒です。ですから、改めて右は資金の調達源泉を表す、負債として100億、純資産っていうんですが、株主からの資金提供で200億、合計300億を資金調達してます。これを使ってそのまま現金のまま持ってるだとか、口座にお金を預けるだとか、商品を仕入れるだとか、建物を買ってくるだとか、いろいろな形で資金というものを運用するということになるわけです。で、これが資産という、まあ、まとめて資産ということですね。で、こんな形でこれがバランスシートって呼ばれる1枚のシートで、改めて真ん中で区切って、右と左、右が資金の調達源泉、左が資金の運用状態で、このケースで言うと資産が300億あります。ところが借金が100億ある、借金100億あるので、差額の200が 純粋な資産っていう捉え方ができるんですね。まあ、そんな感じです。で、この純粋な資産、純資産っていうんですが、資産が300億ありました、借金は100億抱えてます、この差額の200億は純粋な資産です。で、これをもって普通は 財政状態と言ったりします。ですから、ちょっと戻っちゃいますが、財政状態を捉えるんです、この貸借対照表は。財政状態、特に1枚のシート、これ全体で財政状態を捉えるんですが、この純資産が多ければ財政状態はいいですよ、この純資産が少ないと財政状態は悪いですよみたいな形で、 これ、ね、この純資産、この大きさでもって、このね、この大きさ、この純資産でもって財政状態を判断するということになります。ちょっと一言書いておきます。財政状態を判断。ちょっと書きにくいかもしれませんが、判断するというのね。ごめんなさい。この大きさでっていうことですかね。この大きさで財政状態を判断します。はい、まずこれがバランスシートという1枚のシートですね。バランスシートです。はい、ではちょっと次のページ移っていただいて、
で、今度は、6ページ目ですかね。損益計算書、プロフィット&ロスステートメントということで、PLPL って書きます。で、これもめんどくさいので、損益計算書ということで、普通はもう皆さん PLPL って言ってます。ただ、これもですね、繰り返しになっちゃいますが、試験の答案書くときは、PL って書かない方がいいですね。やっぱりちゃんとした日本語で損益計算書って書いてほしいんですね。で、損益計算書、ちょっと簡略化したバージョンで言うと、このやっぱり1枚のシートが損益計算書っていう PLPL って言います。で、損益計算書っていうのは一定期間なんです。だからどういうことかというと、例えば4月1日から3月31日、このカラーという、まあ、記号というか、それが入ってくるんですね。これが損益計算書です。ですから、さっきの貸借対照表、バランスシートはここが3月31日時点って言ってたんですが、損益計算書の場合はいつからいつまでということで、これ一定期間の話なんです。で、その一定期間の中で成績を表している。例えば学校のと、学校でいうと通信簿みたいな感じでね、1学期の成績とか2学期の成績って。要するにいつからいつまでという期間なんですね。で、まあ、通常4月から3月でこう考えたりします。で、ちょっと4月1日から3月で、これも損益計算書 PL ということで PLPL ということなんですが、プロフィット&ロスストリートメントということで、この損益計算書やっぱり1枚のシートになってます。まあ、実は他のフォーマットもあるんですけどもね、まあ損益計算書ということで1枚のシートになっていて、これも真ん中で区切れるんです。で、右の方なんですが、収益、右は収益ということで、例えば、300億というこれはね、例えば、まあ、売上高って言ったりですね、まあ、他にもあります、収益というのは。例えば、収益、売上高が300億ありますよというと、右のところに書くんですね。で、そのためにいろんな費用があります。これはいろいろ種類があります。費用があるんですね。で、例えば費用が100。ごめんなさい。ちょっとこっちもカッコつけちゃいますが、例えば収益、売上高、まあ、他にもありますが、売上高を中心にして収益が300あります。費用は100です。差額で200。これが利益ということになるんですね。で、この200ってこの利益ですね。で、これがその会社の経営成績って言います。経営成績。ですから、ちょっと戻っちゃいますが、この経営成績、一定期間における経営成績を表す。経営成績って何かというと、この利益の大きさなんです。だから、ここですね。この利益。これが、この会社にとっての経営。経営成績ですよということになります。はい、ちょっとこのシートですね、これが損益計算書で、ちょっと一旦ここまでなんですが、で、他にもですね、財務諸表とあります。例えばキャッシュフロー計算書だとか、株主本当変動計算書とかですね、他にも財務諸表ってあるんですけれども、まあ、とりあえずこの2つが大事ですからね。損益計算書、まあ、プロフィット&ロスストレートメントというと、それから、バランスシートですね、まあ、BS と PL、 この2つが大事なんですよ、財務諸表の中でも。ですから他にもですね、キャッシュフロー計算書だとか、株主資本等変動計算書だとか、まあ、いくつかこう他にも財務諸表ってあるんですけれども、貸借対照表、バランスシートから損益計算書、プロフィット&ロスストレートメントということで PL ですね。この BS と PL が2つ大きな財務諸表になりますので、この2つを見て、特にこの2つが中心なんですが、この2つが中心になって、我々投資家の人たち、株主ですね、株主の人たちが、例えば株をまた新たにこう株を買おうとかですね、あるいはもう株を売っちゃおうとか、そういう株式の売買ですね、株の売買の意思決定をするんですよ。これを見ながら、特にこれ、どの利益、例えば、まあ、どこでもいいですが、別に任天堂という会社、すごく例えば今年儲かってるな、じゃあ、株を買ってみようかなって、
ギャンブルですよ、株って怖いですからね、まあ、上がったり下がったりあるんで怖いんですが、株式投資っていうのはある種ギャンブル性持ちますんでね、あれなんですが、この利益を見て、利益を見て例えば株の売買なんかの意思決定をする、そういうお話だから、この損益計算書ですね、プロフィット&ロスステートメントということで、これですね、PL ロスプロフィットで、プロフィット&ロスステートメントというか、まあ、PL ですね、 PL ということで、この表記の仕方もちょっと覚えておいて、 PL っていうことで、これからよく使います。もうめんどくさいので PL って書いちゃうんですが、 PL っていうのは損益計算書のことになりますんでね、損益計算書ということで、一つ覚えておいてください、はい、とりあえずいきなりさっきもちょっと触れたんですが、細かいところまで全部覚える必要ないですよ。皆さん会計学初めてなんで、もう一回ちょっと余談も絡めてということで、私が道を覚えるときに細かい路地まで いっぺんに覚えようとすると絶対無理ですから、大体の方向性だけ覚えるんですね。でそこから何回か通ると、その細かい路地ですね、そういったところも少しずつ覚えるようになるので、いきなり遠くの目的地に行こうとしているのに細かい路地まで全部覚えようとすると絶対頭に入ってこないですから、ですから現在地から遠く離れた目的地まで行くときは、大体の方角というか、それだけ覚えてもらって、あと細かい路地は何回か通りながら覚えていけばいいということなんで、覚えるときというのはいきなり細かい表現だとかそこまで全部頭に入れようじゃなくて、大体でいいね、最初は大体でいいわけです。大体こんなもんだなという、ただそこで終わらせる受験生もいますから、なんか大体こんなもんかなということで受験に臨んじゃう受験生もいますが、それはさすがにまずい。大体こんな感じかな、学習の初期の段階ではそれくらいです、それくらいでいいですから、少しずつ慣れてきたら細かい表現までちょっと覚えるということで、いきなり細かいところを覚える必要はないということで、とりあえず、貸借対照表、バランスシートと、それから、損益計算書、プロフィット&ロスステートメントということで PLPL って言います。この2つが中心です。財務諸表の中心ということで、これを会社が作るんですね。会社が作って外部の利害関係者と呼ばれる人たちにこれを公表することなのね。で公表したら、我々外部の利害関係者、特に株主が中心ですね、株主の人たちはそれを見て、こういう、財務諸表、こういった財務諸表を見て、あ、株を買おうかなとか、株を売っちゃおうかな、そういう投資の判断をするっていうお話なんですね。こんなものがこれから皆さんが勉強する会計という内容です。ただ今これすごく簡略化してますが、これ収益だとか費用だとかで差額で利益を出すということで、これ細かくルールがあるんですよ。だからこういうのが制度会計といって、勝手に作ることはできません。勝手な自主ルールで勝手に作るわけにいかないので、一つ一つはルールが決められているので、こういうルールをこれからいろいろとこう勉強するということになるわけですね。ちょっと覚えておいてください、はい、ではですね、前半ユニット2はここまでということで、10分休憩を挟んで、この後半ですね、ユニット3から、この次のページですね、次のページからお話をしていきたいと思います。でちょっと一旦ここで、10分ほど休憩を取りたいと思います。はい、では引き続いて、後半ユニット3から説明します。では、続いて7ページ目ですかね、はい、ではちょっと移していきます。7ページ目のところで、財務会計ですねの機能ということ で2つ機能があるんですが、で財務会計というのは外部の利害関係者の人に報告をする会計です。で皆さんが勉強する鑑定士の受験生という立場で勉強するのは、もうほぼ間違いなく財務会計もだけですね。管理会計はまず出てこないですから。さっきちょっと言ったと思うんですが、管理会計ですね、まあ、管理会計、まあ、全くないわけではないんですけどね、でもまあないですね。財務会計を覚えてください。財務会計が中心です。財務会計は外部の利害関係者に報告をするという会計で、その外部の利害関係者に報告をする会計、財務会計なんですが、でこれはまあ機能が2つあって、1つが利害調整を果たすという機能を持ってるって言われてるんですね。で利害調整っていうことは、じゃあ誰と誰の利害が対立してるかみたいなことなんですね。でちょっとその下なんですが、読んでちゃいますけどね、利害調整機能だということで、まあ、私的な利害関係、つまり経営者、株主、債権者の間の、利害関係を調整する機能なんだということですね。で基本的にはですね、補足ということで、利害関係者の種類と内容ということで、利害関係者ってたくさんいます。で株主は配当や株価ということで、配当をたくさん欲しいですね。株価も上がってほしいです。
で、基本的に配当とか株価っていうのは利益の大きさに関係があるって言われてるんですね。で、あとはですね、自分が出資した財産を取締役が適切に管理運用し利益を上げているかどうかということで、こういうことを、株主はチェックしたりするんですけどね。で、この取締役と呼ばれる人がですね、その株主からお金を預かってますんで、その自分って株主です。株主がお金を出してで財産を提供するんですが、財産を提供したら取締役と呼ばれる人がそれを、その財産をちゃんと適切に使って運用して利益を上げるということですね。で、こういう取締役に課される責任を財産の受託責任なんて言ったりします。株主から預かっている財産をちゃんと受託者として責任を持たなきゃダメですよということなんですね。受託責任ということになります。だと債権者ということで元本を返してくれるかどうかで企業には財産が残っているかということで、債権者は元本を返してくれる、利息もそうですよ、もちろん利息も含めてなんですが、元本をとにかく最低元本は返してほしいということなんで、そのためには企業の中に財産が残ってないとダメということなんですね。で、国や地方公共団体なんか税金の支払いということで課税所得を適正に計算しているかなんていうことで、利害関係というかこういったことにも興味があるんですね。で、いろいろと利害関係者の種類とか内容があるんですけれども、ちょっと上に戻っちゃいますが、利害調整ということでこういう人間たちの間での利害関係というものを調整する。ただ政府はあまり考えない、政府の存在は今ここではあまり考えなくていいですから、特にこの株主とか債権者、それからこの取締役、こういう人間たちの、利害関係というか利害対立というか、その辺をちょっと意識してほしいですね。その株主だとか債権者だとか取締役、こういう人間たちの利害の対立、こういうものを調整をしていくというのが財務会計の機能の一つだって言われてるんですね。はい。で、ちょっと次のページなんですが、8ページ目のところで、まず企業をめぐる利害対立ということで、これ書かなくていいですが、株主と経営者との利害対立で、これはですね、必ず利害対立するわけじゃないんですよ。てか普通本当は利害対立しちゃいけない存在です、お互いで。ちょっと名前出さないですよ、名前は出さないですけどもね、大手の自動車メーカーですかね、でなんかいろいろね、ちょっと、言いませんけどね、ちょっと言えないですが、で例えばその、大手の自動車メーカーのなんかトップに立つ人とそれから株主との間で、本来だったら利害は対立しちゃいけないはずですよ。でも利害が対立することもあるんですね。でどういうことか、株主と経営者で、経営者と取締役です、取締役との間の利害対立ということで、株主というのは自己の資金の管理と運用を委託している人なんですね。要するに お願いこのお金を増やしてねみたいな感じです。で他方ですね、経営者、取締役でいいです、経営者って取締役ですね、取締役は資金の管理運用の権限委譲を受けて、つまり株主から権限を委譲されて、株主の利益のためにちゃんとした行動を取らなきゃダメなんですね。そういう財産を預かる受託者が取締役ですね、経営者なんですね。でこの関係において受託者である経営者は株主から委託された資金を誠実さが求められちゃいますね。と受託者であるその財産ですね、財産を預かっている経営者というのは、その株主から財産を預かっていますね、株主から財産を預かっているので、そういう資金を誠実に管理して運用するだけではなくて、株主の、あくまで株主目線です、株主の利益のためにを最大化するように経営行動を行うという責任を負ってるはずだ、この人、この取締役ですね、経営者です。でこういう責任のことをいわゆる受託責任と言います。要するに財産を預かっているものとしての責任なんですね、この人に課されている責任です。でその人、しかし経営者は受託責任を常に誠実に遂行するとは限らず、株主の利益よりも自己というのは社長ですね、経営者です、経営者自身の個人的利益を優先させる恐れがある。ここで株主と経営者の利害対立が存在する、ことがあると絶対じゃないですか、そういう可能性がありますよ。つまり本当はこの2人って利害が対立しちゃいけない
立場なんですよ。株主と経営者ですね。でもと、まあ、時々というか、まあ、そんなしょっちゅうないかもしれませんが、株主と経営者の間で利害が対立することがあるということか。株主は自分が提供した財産お金ですね、それをちゃんとこの人に預けてきちんと運用してほしいと。で、経営者は自分の利益を優先させてしまうかもしれない。本来は株主の利益を考えなきゃいけない。ところが株主の利益を考えるよりも自分の財産を守るとかですね、自分がなんかいい家に住むとかね、なんかそういうふうな自分の利益ばっかりを優先させてしまうというようなこともやりかねない。で、ここに利害対立が起こるわけですね。じゃあこの利害対立をなくすためには、少しでもこの利害対立が起こらないようにするためには、その下財務会計外部に報告するんですが、外部というのは株主ですよ。今回株主が外部です。そうすると財務会計ということで外部に報告、外部という株主ですが、でこの両者とこの2人ですね、この2人の利害対立を調整するための手段が財務会計である。すなわち経営者は事故が株主の利益に合致するように誠実に行動したことを伝達する手段として、受託責任の管理運用のその状況、運用の状況とその結果としての会計報告を行うんだと。つまり経営者というのは1年間の活動が終わったら株主に対してこれだけ儲かりましたよと、1年間でこれだけ儲かったんですよということをちゃんとこの人に伝達しないというのは、外部の利害関係者に報告をするということですね。で、そういう責任があります。で、会計報告を行う。で、他方ですね、株主は経営者による資金管理の誠実性と資金運用の良好、会計報告に基づいて判断することができると。つまり株主は、なるほどなるほど、あなた素晴らしいですねということで、その報告した結果を受けて株主は経営者の手腕みたいなものを理解判断することができるんですね。この人は優れた手腕を持ってるなとかっていうことを、株主は経営者のその手腕みたいな能力みたいなものを判断することができると。で、これでお互いが対立しないようにしているということなんですね。ですから、はい、最後に下がっていただいて、他方ということで株主ですね、経営者による資金、管理の誠実性と資金運用能力を会計報告です。外部に報告しますね。外部に報告をしますので、会計報告に基づいてその社長ですね、経営者の資金管理の誠実性と能力ですね、運用能力というものを判断することができる。そんなことで両者が対立しないようにしてますよ。これがだから財務会計の、利害調整機能の、まあ、一つなんですね。ただこの2人というのは、さっきもちょっとお話をしたように、本来は利害が対立するような存在ではないです。お互いの利害はむしろ一致してないといけないということなんですが、時々利害が対立しちゃうことがあるわけなんですね。で、ちょっと次のページなんですが、ところが今度こちらの利害対立、もっと深刻なんですが、株主と債権者ですね、株主と債権者の間の利害対立ということで、でこの2人っていうのは普通は利害が対立するのが当たり前なんですよ。ちょっと先に言っちゃうと、そのまま下がっていただいて、株主はなるべくたくさんですね、配当が欲しい、つまり利益配当を多めにしてほしいと会社に要求します。株主総会の中でもっとたくさん配当をくださいねって。ところがそういう株主からの要求に乗っかっちゃって、会社がですね、株主に対してたくさん配当を渡しちゃうと会社のお金なくなっちゃうんですよ。そうすると今度は債権者の立場で立つと、必ずですね、債務を弁済してほしいというふうに思ってるわけですから。で、債務を弁済するということは、それなりの財産は会社の中に取っておいてもらいたいと思ってるんですね。ですから、まあ、資金というか財産ですね、会社の財産、資金というものは、ある一定の財産、資金というものは会社の中に留保しておいてほしいと思ってるんですよ。でないとお金返してもらえないから。でもこっちの立場に立つと、利益配当をたくさん欲しいので、お金をどんどんくださいねって、配当ですね、配当をどんどんたくさんくださいねって言ってるわけですね。そうするとこっちの人たちはお金、配当ですね、配当ってのは金銭で配当をもらいますんで、そうお金たくさん欲しいです。でもこの人たちの要求を飲んじゃう、会社の方が要求を飲んじゃうと会社のお金がどんどんなくなります。そうするとこの人たちの
立場っていうのが危うくなるんですね。お金がなくなっちゃいますので、債務を弁済してくれるかどうかがすごく不安定になっちゃいますね。でそこで、ちょっと上ですね、はい、株主と債権者は共に企業に対する資金提供者である点では共通する。そうですね、こっちはお金を出す方、こっちはお金を貸す方みたいな、ちょっと少し違います。同じ資金を提供するであっても、株主っていうのはお金を渡して、お金を渡すんですね。でこれを お金を渡して増やしてくださいねって、債権者はお金を貸してるんですよ。だから会社としてはこの人たちにお金返しますからね、債権者に対しては。ただ、まあ、どちらもお金を提供してくれたという点では共通です。でしかし資金提供の見返りとして取得する権利の内容については、債権者の方が株主よりも法的に不利な立場に置かれている。これどういうことかというと、すなわち株主はですね、議決権等の経営参与権を有しということで、株主ですね、株主は株主総会に出て自分の意見って言えるんですよ。だからもっと配当くれみたいなこと で株主は株主総会に出席をして議決権等によって経営参与権を持つと、社長に対してもっとたくさん回答ちょうだいみたいなことで、ですから、経営参与権を有し、また業績に応じて相当の配当や社内留保分の持ち分を取得しているということなんですね。つまり会社の経営に、まあ、ある意味では参加していると。株主総会を通じて、会社の経営に口を挟むことはできるし、配当ですね、配当金を、もらうということになるわけです。まあ、社内のですね、会社の財産の持ち分も有する、取得している。ところが債権者っていうのは口を挟むことができないということなんですね。で利息についても、まあ、利息ももらえるんですね。債権者は利息を受け取ることができるんですが、まあ、利息の金額は固定されていると。ということでどっちの立場が強いかというと、会社に与えるインパクトでいうとやっぱ株主の方が強いって言われてるんですね。株主の方が会社に対してはっきりものを言うと、というようなことで、こういう株主と債権者との法的地位に差異がある状況下では、株主が企業価値を低下させ、企業の存続を危うくさせるような多額の分配を決議すれば、つまりたくさん配当、まあ配当ですね、もっともっと配当くれ、いやもっともっと配当くれなんていうことで、どん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 配当くださいということで、株主がそういうふうに株主総会で訴えると。でもしそれに乗っかっちゃうと会社の財産なくなっちゃいますから、企業の価値が下がるんですね。ですから株主が企業価値を低下させて企業の存続を危うくさせるほど、そのくらいたくさんの配当をくださいねなんてことを決議してしまえば、一方で債権者の立場はすごく不利になってしまうということね。お金なくなっちゃうから債権者は不利なんですね。でここで利害対立が起こるわけです。じゃあそこでどうするかって言ったら、財務会計としては分配可能額っていうのを決めてるんですよ、公式的に。要するにここからここまでのお金は分配できるけど、これ以上は分配できませんよってちゃんとした線引きをしています。ですから分配可能な限度額なんていうこともあるんですが、分配可能な金額、要するにここからここまでのお金は分配できるけど、配当という形で分配できるんだけど、これ以上は分配できませんよってちゃんと明確に線を引いて、無駄にお金が外に出ることを阻止してるんですね。だから流出に歯止めをかけるということで、この特にこっちの人、債権者に対しては安心してくださいねと、安心してくださいねと、いくら株主から配当くれくれって言われたって、限度額がある、分配可能な限度額っていうものがちゃんと計算されますよね。だから安心してくださいねって言ってるわけです。この人たち債権者に対してはちゃんと会社の財産は一定額の財産を取ってますからね、安心してくださいというね。でこんな形で利害対立を調整するということになります。ではちょっと次のページで10ページ目のところですね。で今度は、情報提供機能というのがあるんですね。でこれが財務会計の機能、まあ、財務会計、外部に報告する会計の機能の2つ目になります。情報を提供するという機能なんですね。でこれはもうこれくらいでいいです、情報提供ということで。投資者で、これ投資者って言葉使っちゃうんですね。まあ普通投資家って言ったりするんですが、でこれもですね、ちょっと皆さん今日1回目なんで少し念を押しておきたいところがあるんですが、通常どうでしょう、皆さん多分投資家って言いますよね、おそらく。ところがここでは情報提供機能は投資者って言葉を一般に使っちゃうんですね。で時々皆さんからの、ご質問で、と先生だって他のところだと投資家って言葉ですからね、
でもここでは投資者って言葉を使うんですね。先生なんか違うんですかと。同じです。いや同じだったらじゃあ先生どっちでもいいんですかって、まあ、基本的には同じ意味なんで投資家も投資者も同じ意味なんでどっちでもいいんです。でこれからもそういうケースあります。例えばこの言葉とこの言葉は全く同じ意味なんで別にどっちを使ってもらってもいいというケースもあるんですね。だからよく皆さんから受験生からこっちの言葉を使っちゃダメなんですかとかってそういう質問も来るんですよ。で同じ意味であれば通常はどっちの言葉を使っていただいてもそれは普通構わないです。だから例えばここに投資家に対するって言っても罰にはなかなかできないと思います。罰にはできない。投資家ですね。投資家でも投資者でもまあ同じ意味でしょうからね。で同じ意味なんで罰にはできないとは思うんですが、ただ今日の1回冒頭ですね、今日最初に言ったと思うんですが、特にここ最近非常に目立つのが、本試験、鑑定士の本試験においてその空欄補充なんですね。で空欄補充だと例えばここの括弧のところが空欄補充になっちゃったりするんですよ。でそうすると、まあ、この文章自体は基準に書いてあるオフィシャルなものじゃないので、まあ、別にこのまま覚えなくてもいいんで、まあ、これは別解が認められるかもしれません。多少ですね、多少の別解は認められるかもしれないんですが、通常は空欄補充って別解が認められないんですね。だからここのところにもし括弧で空欄補充が設定されちゃうと投資者って言葉を入れないと罰にされちゃう可能性あるんですよ。でそれを皆さんが投資家って入れちゃうんですね。投資家に対してって。でそうするとさっきもちょっと言ったと思いますが、終わった後に先生は俺さこれ投資家って書いちゃったんだよねと、ダメなのかねと、まあ、ちょっと返答難しいんですが、まあ、このケースだったら投資家でも投資者でも、まあ、これ基準じゃないですか、基準に書いてある文章じゃないので、まあ、多少表現が少し違ってもいいのかもしれませんが、なるべくだったら正確に覚えた方がいいです。まあ、この場合はですね、点線なんで、まあ、そこまで厳密に覚えなくてもいいです。この点点点点点という点線ですね、点線でアンダーラインがついているところはそこまでオフィシャルな基準とかに書いてある表現じゃないので、まあ、そこまで厳密に覚えなくてもいいんですけれども、やっぱりですね、まあ、そうは言ってもこのまま覚えるのに越したことはないんですよ。ですからここ点点点点とこう書いてあるんですが、これはそのまま覚えなくてもいいですけど本当は覚えてほしいんですよということなんです。本当は覚えてほしいんですけれども、まあ、ここまで全部覚えるのは大変でしょうねということで、まあ、そういうふうに点線にしているというだけなんで、なるべく会計学は正確に表現は覚えておいた方がいいです。ですから改めて情報提供機能、ちょっと内容の方に移りますが、情報提供機能ということでここは投資者って言葉を使うんですね。投資者に対してただまあ投資家の意味です、我々投資家のことなんですが、投資者に対して証券投資の意思決定に役立つ情報を提供することにより投資者を保護し、証券取引、証券市場がその機能を円滑に遂行できるようにするという機能なんだと。投資者っていうのは通常株主です。株主です。ただその株主というのはもっと細かいことを言うと、これから株を買ってみようなんて皆さんの周りにも思っている人いるかもしれません。そういう、まあ、いわゆる潜在的な株主というんですが、潜在的な株主まで含めてます。ですから今現在株を持っている人はもちろんのこと、これから株を持とうかななんて思っている人も含めて、投資者投資家に対して証券投資ですよ、いいですか、馬券を買うとか買わないとか、競馬じゃないですかね、競馬ではないんですが、まあ、競馬はチケットを買うんですが、まあ、株も株券というチケットなんですね、まあ、今電子化されてるんでしょうけども、そういう証券を買うか買わないかなんです。大概基本的にみんなチケットなんですね。チケットを買うとか買わないとかっていうそういう意思決定なんですよ。ですから株を買うんだったら株式投資です。債券というチケットを買うんだったら債券投資になるんですね。ですからそういうのをまとめて証券投資というんですね。証券投資というチケットを買うか買わないか、そういう意思決定に役立つような情報を提供すると、ね、だ例えばうちの社長ですね、うちの会社の社長の血液型なんていう情報はいらないんですね。いらないと思いますよ。だってうちの社長ですよ、例えばうちの会社の社長が血液型が AB 型です。AB 型か、じゃあ株買うのやめようかなって、おかしいですね。それはおかしいです。ですからそういう情報じゃないんですよ。
投資者に対して証券投資の意思決定に役立つような情報を提供するということが必要だということで、株式の売買をする、株の売買ですね、株式の売買なんかをする際に役に立つ情報を提供してくださいねという、でその提供することによって投資者を保護するということなんですね。投資者を保護しましょうというね。で証券投資が、ごめんなさい、証券市場がその機能を円滑に遂行できるようにするんだということね。例えばちょっと今日はそこまでいけないと思いますが、あのたまにですけど粉飾決算なんてことは嘘ついてるんですね。嘘の情報を流しちゃう人もいるんですよ。もちろんダメですよ、そのことダメなんですが、嘘の情報を流す、いわゆる粉飾決算みたいな、そうすると我々投資家は本当に迷惑するわけなんで、証券市場が混乱するんですね。で証券市場が混乱してもう株の売買なんかやめてやるなんていう人も出てきちゃったりするんです。だからそうなっちゃうと株式市場、証券市場が機能しなくなっちゃいますんで、それはまずいわけですね。ですから証券市場がその機能を円滑に遂行できるようにちゃんとした情報、きちんとした情報ですね、それを提供するということが大事なことなんですよということで、財務会計の機能、財務会計の機能ということで、外部のまあ利害関係者なんですが、特に投資家ですね、投資者に対して証券投資の意思決定に役立つ情報を流すということで、情報提供と言います、情報提供機能だということで、そこから下は いらないと思います。ちょっと飛ばしていきますね。ちょっとそういうことが機能の一つになるというね、はい。まあ、とりあえず、財務会計の機能、財務会計というものが持つ機能としては2つあって、1つが先ほど言った利害関係、利害対立ですね、すみません、利害対立というものを調整していくこと、利害対立を調整するということと、情報を きちんとした情報ですね、きちんとした情報というものを提供するということで、この2つの機能が財務会計には期待されているということになりますんでね、ちょっと覚えておいてください。では次のページで11ページ目ですね、はい。で11ページ目、制度会計ということで、制度会計というのは基本的には制度に基づく会計ということで、通常は法律に基づいている会計です。で制度会計の目的ということで、制度会計の目的とするところはということなんですが、3つあると。要するに制度会計というのは制度に基づいた会計になります。制度に基づいた会計なんですね。まあルールみたいなものです。ちゃんとしたきちんとしたルールに従って行われる会計なんですね。だから勝手にやるんじゃないですよ。勝手にやるんじゃなくて、きちんとしたルールですね、きちんとしたルールに基づいて行われる会計です。で制度会計の目的ということで3つあるんですが、まず1つは先ほどちょっと触れました、どこまでだったら分配できるのか、あるいはどれ以上は 分配できないのかということで、分配可能額をまず決めなきゃいけないと。これ大事なものです。制度会計ということで企業の分配可能額を算定していくと。から2つ目の目的としては、まあ、業績、利益、まあ、収益力を適正に表示をする、測定表示をすると。どれくらい儲かってるかっていうね。それから3つ目として、株主が出したお金、出資した財産等を、管理運用保全する責任である、いわゆる経営者が負っている受託責任というものを明らかにする。これがこの3つが制度会計の目的としているところということですね。でこの目的を達成することで、企業の状況に関する外部の利害関係者のここなんですね、判断を誤らせない、これが最後一番大事なんですよ。結局我々投資家です。外部の利害関係者ということで、株主とか債権者なんです。特に株主が中心です。株主が中心で、その株主の人たちは結構な金額で株の売買やります。そうすると株式の売買するわけなんですが、その時に判断ミスがあるとまずいんですよ。いっぺんに財産失いますからね。株の投資をやって、株式投資をやっていきなり全部財産なくしちゃうなんていう人もいます。だから困っちゃうので、外部の利害関係者の判断を誤らせないようにしないといけない。これが制度会計というものの目的になってるんですよという。改めて分配可能な金額を出すと、から収益力、業績、利益、これをちゃんと適正に測定表示をすると、から経営者の受託責任というものは明らかにしていこうと、
いうことをもって利害関係者の判断を誤らせないと。でそうだと、これが目的なんですね。でこれが目的だとすると、制度会計というのはこのその下 1,2,3 と3つの特徴を持たないといけないということで、制度会計の特性というものが指摘されるんですね。で上で説明した3つの目的、3つの目的というものを達成するためには、制度会計はまず、3つの、特性がないといけないんですが、制度会計規範に基づく会計行為の遂行を立証するための証拠力、または公弁力を重視する検証可能性、これ難しい、ちょっとここは難しい言葉を使っているんですが、要するに後で検証できないとダメだって言ってるわけです。事後的に検証できなきゃダメですよということなんで、検証可能性ということなんですが、第三者が後から検証できるということが必要なんですね。ですからごめんなさい、ちょっとここだと書きにくいですけどね、事後的に第三者が検証できるということでないとダメだということなんですね。はい、まあ一応そんな形です。事後的に、でこれはまたですね、ちょっともう少し先の内容をやらないとなかなかちょっとしっくりこないかなと思うんですね。あの制度会計というのは必ず、例えば何でしょうね、後で例えば何かトラブルが起こった時に、本当にこういう取引をしたんですかということを後で、例えば税務署の職員とかね、第三者、あるいは公認会計士の先生が検証しなきゃいけないことがあるんで、税理士でもそうです。税理士とか公認会計士とか税務署の職員の人たちが後から検証しなきゃいけないことがあるんで、検証できるような仕組みを作っとかないといけないということですね。制度会計の特徴としては、検証可能性、要するに後から検証できるような特徴を持たないとダメだと。だからレシートみたいなのね、ちゃんとしたレシートとかその取ってないとダメなんですね。であとは分配、利益の分配をするということなんで、支払い財源、また企業は、税金を負担する能力である担税力を重視する、財務安全性ということで、まあこれはちょっと今ちょっと無理だと思います。要するにお金をちゃんと取っとかないとダメだということなんですね。要するに財源をちゃんと会社の中に取ってないとダメだっていう話なんですよ。というのは、はい、利益を分配するということ、利益を分配するときは基本的に金銭なんですね。であとは税金なんかもそうです。ですからその分配する、利益を分配するということ、株主に配当したり税金払うのは全て金銭なんですね。だから会社の中に金銭を取っとかないといけないと、そういう意味で、ですね、まあ財務の安全性と、ちゃんと会社の中に取ってお金を取ってないとダメですよっていう感じです。保守主義性と言ったりすることもあるんですね。お金がなかったら大変ですからね。お金がなくなっちゃったら分配できませんしね、分配できなくなっちゃいますし、税金だって払えなくなっちゃうんですね。これじゃ困っちゃうので、その利益の分配をすると、その財源ですね、財源もちゃんとなきゃいけないし、企業の税金ですね、企業が税金を払わないと、これ金銭で払いますよね。だそういういろんなものを払わないといけないので、お金をちゃんと取ってなきゃダメだと。だと3つ目なんですが、制度会計の特性として、制度的実行可能性ということで、どういうことかというと、理論上は正しくても制度として実行できないと意味がないんですよ、制度会計というのは。だから制度会計の特徴として、制度として実行できるということが必要なんですね。例えばですよ、例えば実際違うんですけれども、会社って土地を持ってたりするんですよ。土地でまだ全然勉強してないんですが、会社が持ってる土地があるんですね。で会社が持ってる土地、一部の人たちからは全部時価で評価した方がいいんじゃないかと、決算ですね、会社が決算しますんで、その決算するときに時価で評価した方がいいんじゃないかなんていう声もあるんですね。でも実際には今時価で評価してないんですよ、土地っていうのは。で例えばですよ、その会社が持ってる土地全国にあります、この土地を全部時価で評価した方がいいというような声が上がったとしても、それ制度として実行できますかと、不動産鑑定士の先生に
お願いしないといけない。でも不動産鑑定士の先生なんてそんなにたくさんいませんので、そうすると全国に会社があって、その全国にある会社がいろんなところに土地を持ってるわけですね。もしその土地をですね、決算の時に全部直で評価し直さないといけないなんて言われたら、不動産鑑定士の先生何人いても足りなくなっちゃいます。でそうなると、確かに理論的にはそれはいいんじゃないかなんて声もある。確かに土地ですね、会社が持ってる土地は直で評価した方がいいんじゃないかなんていう、そういう確かに声もあるんですね。でもそんなものは制度としては実行できないでしょ。鑑定士の先生何人いると思ってるんですかと。鑑定士の先生に依頼をしたら、それは無理ですよ。全国にある土地ですよ。全国にある土地を全部会社が決算するときに直で評価し直すなんていう話になっちゃったら、それは破綻しますね。だから制度として、仮にですよ、仮に理論的に正しいと言われていたとしても、制度として実行できないようなことはダメなんですよ。さあ制度会計としては成立しません。だから、土地はですね、時価は関係ない、土地はですね時価関係ないんですが、例えばそんな形でその理論的には正しいというような話があったとしても、制度として実行できないものは意味がないんですね。だから制度会計の特性の一つとしては、制度的な実行可能性というものが担保されてないとダメだということになるんですね。制度として実行できるようなことでないと、絵に描いた餅みたいになっちゃいますんで、ですから、ちゃんと制度として実行できるということが必要だということですね。で、その下ですねに移っていただいて、3つの制度会計ということで、さっきちょっと触れたんですが、会計に関連する法律って3つあるんですね。で、金融商品取引法という法律に基づく会計と、会社法に基づく会計と、税法に基づく会計、税法会計とか税務会計とか、どっちでもいいです。別に税法会計とか税務会計ですね。で、これは皆さん全然無視してください。税法会計ですね。税務会計、これは関係ないです。で、ただその、3つあるわけですね。で、これが本来であればもうお互い関連してるんですよ。だからトライアングル体制って言ったりするんですね。ただ、もうちょっとこれで一旦ここでおしまいにしますが、皆さんは税法会計、税務会計、これはいらないです。いらないです。で、この2つだけ。って言っても皆さん、金融商品取引法会計をほとんど勉強することになるんですが、金融商品取引法会計と会社法会計ですね。この2つは何が違うのかというのは、ちょっと次の、ユニットで説明したいと思うんですが、とりあえず、その制度会計ですね。制度会計というのは基本的には法律に基づく会計で、制度ですね。法律とか、基準があるんですが、法律とか基準に基づいている会計が制度会計なんですね。で、法律はこの3つがあるんですよ。会計に関連する法律3つあります。で、この3つの中で特にこの2つが大事なんですね。金融商品取引法に基づく会計と会社法に基づく会計、この2つです。で、この2つに関してはちょっと少し中身を掘り下げないといけないので、これはちょっと次のユニットで説明します。税法会計いらないですけど、税務会計、税法会計、これはやらなくていいですけどね。とりあえずこの2つだけ、少し意識してみてください。はい、ではですね、ちょっとユニット3はここまでということで、ブレイクタイムを挟んで、次のページですね。で、移っていきたいと思います。で、ちょっと一旦ここで、ブレイクタイムを取りたいと思います。はい、では引き続いてユニット4に移ります。では、次のページですね。12ページ目になります。で、金融商品取引法とそれから会社法ですね、その会計についてちょっとお話をしたいと思います。ちょっと表のところでいいです。税法会計、税務会計いらないですから、ちょっと下がっていただいて、金融商品取引法会計と、会社法会計ですね。で、ですね、まず2つ法律があります。金融商品取引法という法律と会社法という法律、それぞれについて会計があるんですが、で、皆さんが勉強するのはほとんどこっちですよ。金融商品取引法なんですが、で、まずその何て言うんですかね、この法律の趣旨というか、立法趣旨というか、金融商品取引法による会計は投資家を保護する、投資者と言ったりすることもあるんですが、投資者を保護する、それが目的になってます、金融商品取引法は。で、この投資者、投資家、投資家を保護するということで、現在の株主だけではなくて、将来株を買ってみようと考えている潜在的株主を保護することも想定して、会計の仕組みというのを考えているんです、金融商品取引法は。で、特にメインターゲットになるのは上場企業です。
上場企業で株式が上場されていて、そうするとそういう上場企業なんかは現在の株主、それから将来株を買ってみようかなと思っている人たちもたくさんいます。ですからそういう人に向けての会計が金融商品取引法会計ということになるんですね。具体的には、まあ、これだけではないんですが、損益の状況なんかをちゃんと正確に公表するということになります。ですから金融商品取引法会計ということで、損益の状況、儲かってるかどうか、ね、でその正確に公表する、そのことをもって保護するというふうに考えます。ですから保護っていうのは、そのきちんとした情報を流す、これが保護につながるということですね。まあ、言い方変えれば嘘はつかないということで、企業がきちんとした正確な情報というものを投資家、特に株主ですね、株主に向けて情報というものを開示していく、それが保護につながるということですね。ところが会社法ってちょっと違います。会社法は、まあ、どっちかっていうと債権者の方を向いているって言われてるんですね。債権者法、まあ、投資家も考えますよ、投資家のことも考えてるんですが、どっちかというと債権者を中心に考えていて、例えば銀行が債権者、お金を貸してくれるんで、銀行が企業にお金を貸すということは債権者になるんですが、銀行などの債権者を保護することを想定して会計というものを考えるのが会社法会計なんですね。でそういう目的の違いがあり、そこから情報の中身もちょっと違います。こっちは投資の意思決定に役立つかどうかという視点で会計を考えます。ですから株を買ってみようかな、売ってみようかなというような意思決定に役立てるための会計という意味でいろんな情報を流します。ところが会社法の会計は銀行の立場で、債権者の立場でちゃんとお金を返してくれるかどうかということが、この銀行さんとしては債権者は気になっているので、債務の弁済能力がこの企業に今どれくらいあるかということを銀行さんは知りたいので、そういう債務の弁済能力を示すということを、ね、きちんと債務の弁済をできるかどうかの判断に役立てるためというような意味で会計を考えるというね。ですからちょっと同じ会計という枠の中でもちょっと違うんですよ。こっちはどっちかというと株主の方を考えるんですね。株主に対してきちんとした意思決定ができるというための情報ですね。この人が株の売買の意思決定しないといけないので、その時の情報ですね、情報です。ところがこっちの会社法の場合には、銀行が債権者になって債権者から企業はお金借りてますので、ちゃんと債務を弁済してくれるかどうかということを企業、銀行は気になってますので、そういう債務の弁済能力っていうのは明らかにするということが目的になっての会社法会計というのがあるわけですね。でちょっと次のページなんですが、でさらに、まあ、計算構造というちょっと難しいんですが、左があの、金融商品取引法なんですが、実態開示のための計算構造ということで、当期の財政状態や、経営成績を適正に表示するために会計を行うということで、ごめんなさい、ちょっと同じ幅なんで見にくくなったかもしれませんが、ここがタイトルみたいな感じです。もうこっちもそうですね。で、改めて左の方なんですが、金融商品取引法会計は実態開示のための計算構造ということで、財政状態や経営成績、これをちゃんと表すということが大事なんですね。財政状態で、財政状態って言われたら、ちょっとさっき説明したんですが、バランスシート BSBS というのに書かれます。で経営成績はプロフィット&ロスステートメントなんていうことで PLPL って損益計算書なんですね。まあ、こんな形で当期の財政状態だとか経営成績というものをちゃんと適正に表示をするということが金融商品取引法会計の目的なんです。計算構造なんですね。計算構造になります。でそれに対してこっちの会社法ですね、会社法に基づく会計というのは債権者の方を特に気にしてますので、分配可能な利益はいくらですか、まあ、逆に言うと分配できない利益はいくらですか、そこの線引きですね、分配可能な限度額、そこの線引きをつけるということがすごく大事なんだということなんですね。なぜかというと、たくさん分配してしまう、配当ですね、配当としてたくさん分配してしまうと債権者、まあ、今回銀行なんかなんですが、銀行に返すお金なくなっちゃいますから、だから
分配可能な利益、要するに利益の中でこれだ、この部分は分配できますよとかって、そういうものをちょっと表示をしてほしいんですね。まあちょっと細かいところはあまり覚えなくていいですが、とりあえず計算構造としてはこっちが財政状態や経営成績を適正に表示をする。でそれはこれを見て株の売買するから、株式の売買をするからなんですね。こっちは分配可能限度額、分配可能な利益の金額を示すということで、銀行さん見てるんで、債権者です、債権者を見てますんで、分配可能な限度額はいくらなんですかというようなことをこっちは示すということが、まあ、計算構造上は重要になってくるんですね。あと処理規定なんですが、これが実は大事で、これ次回になるかと思うんですが、これから企業会計原則というのがあります、まあ、仲介も含めて。でこれが処理規定ということで、その金融商品取引業会計というのはこの企業会計原則に基づいているということで、まあ、仲介も含めてそうなんですね。だからこの、まあ、次回お話をしますが、企業会計原則と金融商品取引法というのはつながってるんですね。で会社法施行規則ということで、会社法はまあこっちルールがあるんですね。だと処理ではなくて表示に関しては財務諸表等規則っていうのがあります。まあ会計原則にもあるよ、企業会計原則だとか仲介にもあるんですけれども、表示に関しては特に具体的な表示の仕方は財務諸表等規則という規則に表示の仕方が載ってるんです。この BS だとか PL、貸借対照表だとか損益計算書にどういうふうに記載するかっていうのは、この財務諸表等規則ということに詳しく載ってます。で会社法の方は、まあ、会社法施行規則に詳しいあの表示の仕方が載っているというですね。ただ、この辺ですね、アンダーラインつけていないので、さすがこの辺はちょっと聞き流しちゃってもいいかなと思います。別に正直なところこの辺のところからさすがに、まあ、2022年本試験問題が設定されるかちょっと考えにくいので、うん、あなるほどねぐらいでいいです。ここは別に繰り返して読むようなところではないかなと思いますね。ふーんぐらいです。ただこの左の列ですね、金融商品取引法に基づく会計は次回以降、ずっと会計というのは基本的にこっちです。左サイドの方で金融商品取引法に基づく会計が中心です。こっちはたまに出てくる会社法ですね。会社法はたまに出てくるんで、ただお互い見てるポイントというか、こっちは投資家の方を見てる、投資家の方を見てる、こっちは銀行の債権者ですね、銀行の方を見てる、ちょっと見てる方向が違うぐらいのことは少し意識しておいてもいいのかなと思いますね。ただあんまり詳しいところは覚える必要ないと。でちょっと今日最後なんですが、会計公順でこれも出たことあるんですよ、鑑定士は出たことあるんですが、ただ最近の、まあ、鑑定士の本試験問題見るとちょっと出る可能性はないかなっていう、まあ、相当低いかなとは思います。ただ出たことあります、会計公順って、ね、で会計公順というのは、ね、ちょっと今日これが最後になると思うんですが、会計公順というのは、会計公順というのはこの会計を飛び箱だと、会計という全体を飛び箱だと考えると、一番下で支えているものが会計公順です。で少し具体性を持たせると会計原則で、もっと具体性を持たせると会計手続きになるということで、上に上がれば上がるほど具体的になるんですね。ですからだんだんこう上がってくると具体的になるんです。ちょっとこの辺に書いてありますが、こう上に上がってくると具体性を持ってくるんですね。で今日はこの一番下、要するに根本に、逆に言うと下に下がると抽象的になっちゃうんですよ。要するに抽象的ということで、会計公順ということでちょっとこれ最後に説明します。で会計公順、まあ一応言葉ぐらい、この一行ですね、この一行、一文はまあ、覚えておいた方がいいかなと思います。会計公順とはということで、企業会計が制度として成立するための基礎的前提ないし過程を言うと、つまり企業がやってる会計が制度として成立するための基礎的な前提、要するに当たり前なんですよ。当たり前です、もう基本的な前提です、あるいは過程ですね。要するに企業会計、企業がやってる会計です。会計公順ということで、企業が行っている会計が制度として成り立つための基礎的な前提、あるいは過程のことなんですね。でこれ3つあるんですよ。で正直あんまり出題の可能性は高くない、もっと言うと多分低いと思います。だから軽くていいです、この3つの会計公順でこれから説明しますよね。
まあ、軽くちょっと押さえておいてください。次のページなんですが、まず一つが企業実態の好循ってあります。はい、で企業実態の好循ということで、企業会計上企業という経済主体をその所有主とは別個独立のものと見ると考えると。で所有主って誰かっていうことなんですけれども、株式会社でいうと株主のことなんですよ。つまりちょっと一旦下がっていただいて、企業実態の好循、例えばレックですね、レックは株式会社なんで株主がいますけれども、その株主というもの、株主は企業の実質的な所有者だって言われてます。ですか。で、あの企業ですね。あの企業というのは、企業というものはですね、すべて法人格を持ってますので、本来は株式会社というのは法人格を持ち権利義務の主体となるので、誰のものでもないんですよ。ちょっと公式コメントにつけといたんですが、ですか。本来特に株式会社法人格というもので全て名前がついてますということなんで、権利義務の主体になっちゃうんですよ。例えば、まあ、あまりいい例じゃないかもしれませんが、レックが訴えられるみたいなことがあるわけですね。それはレックという会社自体がもう権利義務の帰属主体になっちゃってるんですよ。だからレックは誰のものか、企業は誰のものかというと、誰のものでもないんですよ。ただ実質的には株主がお金を出してくれないと会社というのは成立しないので、実質的な意味で所有者は株主なんですね。法律的には誰のものでも、企業というのは自分で権利義務の帰属主体になっちゃいますから、誰のものでもないんだけれども、実質的には株主がいなかったら会社は存在しないので、実質的な所有者というのは株主なんです。でその株主とはお互い別個独立した存在として捉えていこうというのは企業実態の、要するにこの企業というものを株主、所有者ですね、所有者と別個独立した存在として実態があるものとして考えていこうというのは企業実態の好循です。でこの企業実態の好循から、企業の、例えばレックでもいいですが、レックの資産がいくらあるか、レックの負債があるいは資本がいくらあるかという概念が成り立つんですね。でこれ皆さん普通に使ってるじゃないですか。例えばトヨタでもいいんですが、トヨタの資産はって言いますよね。でも冷静に考えてください。トヨタの資産って言われても、トヨタっていう会社は目に見えないわけですよ。例えば、まあ、レックでもいいんですけどね。例えばあのレックが売った、まあ、あまりいいですよ、ちょっと他の例の方がいいですね。例えば、まあ、どこでもいいです。 A という会社が訴えられた、そう A という会社が訴えられて、訴えられたら、まあ、確かに権利義務の帰属主体になるんで A という会社が訴えられるということはあるんですけれども、裁判に立つのは A という会社じゃないですよね。会社が立ったらおかしいですから、裁判所に、会社が裁判所に行って、行っちゃったらおかしいですね。あの会社っていうのは目に見えない概念的なものですから。ですから例えば、レックですね、レックという会社だって目に見えないですね。だから皆さん、いやだって先生そこにあるじゃんレックって、それはレックという会社が持ってる建物のことを多分言ってます。ですから本来は会社というのは、まあ、法人格を持っているので権利義務の帰属主体になりますけれども、目に見えるような実態としては存在しないんですよ本当は。でもそれをあたかも株主とは分けて存在するように捉えて会計というのは考えちゃうんですね。だから例えばトヨタの資産とかがいくらあるって言いますよね。でも別にトヨタという会社が実態を有しているわけじゃないんですよ本当は。本当はないんですけれども、そういうことをやるといろいろと面倒くさくなるので、まあ、とりあえず株主と分離して独立した実態のある存在として会社を捉えちゃうんです。だから企業実態の好循ということで、企業の資産とか企業の負債という言い方を普段我々は日常的に使ってるわけですね。それは企業実態の好循という好循があるわけですよ。だから企業自体の好循ということで、これは当たり前に企業自体の好循があるんで、だから企業の資産はっていう言い方をおっしゃってるわけですね。ですから例えばトヨタの資産はいくらっていう言葉を我々が普段日常使ってるっていうのは、案に企業実態の好循に基づいちゃってるんです。要するに企業というものを株主と別個独立した実態のある存在として捉えているから、そういう表現ができるんですね。でそういうことを我々は当たり前として会計をやってるんです。だから基礎的な前提だということで、会計好循の一つなんですね。ですから企業実態の好循ということで、会計において計算を行うためには、その前提として会計の対象を特定の個別主体に限定しなければいけないという好循ですよということで、要するにレックという、例えばレックの会計ですね、その会計の対象と特定の個別主体、経済主体に限定しなければいけないということで、
このレックの会、レックという会社の会計ですよということで限定して会計を考える、レックの資産はとかレックの負債はっていう表現になるんですね。であと2つ目の会計工順として継続企業の工順とか、まあ、会計機関の工順というのがあるんですが、継続企業の工順とは企業が継続しないという範疇がない限り会計上の評価や処理は全て解散や清算を前提としない継続企業という立場から行われるということなんですね。つまり会計を考える上で、会計というものを考える上で特に範疇がない限りはずっとこれから会社というのは存続しますよと、継続していきますよということが前提になるんですよ。例えばもう3年後に潰れると倒産するということが分かっているなんていう前提で会計は考えないんですね。会計というのは基本的には、まあ、特別な範疇がない限りはずっとこれから会社は存続すると、継続して存続していくということが前提になって会計が考えられるんですね。でこういうのを継続企業の工順と言います。でちょっと次のページなんですが、ただそうなるとちょっと一つ困ったことがあるんですけれどもね、内容ということで15ページですかね。継続企業の工順ということでずっと特別な範疇がない限りは会社っていうのはずっとこれからも続くということを前提にして会計というのは考えます。継続企業の工順なんですね。ただそうなると企業の活動は終わりがないって形になっちゃうんですよ。永遠に継続するということになってしまうんですね。でそうなるとちょっと困ったことがあるって、企業の財政状態がどうなってる、経営成績がどうなってる、キャッシュフローの状況がどうなってる、そういう、ま、もろもろの状況ですね、状況を投資、例えば外部の利害関係者、投資家なんかでね、外部の利害関係者たちに報告をしなきゃいけないんですが、いつ報告するかってことになっちゃうんですよ。ずっと企業は活動を続けちゃうわけですね。ずっと企業は活動を続けるということは、じゃあいつになったら財政状態、経営成績、キャッシュフローの状況を報告してくれるのかっていう、そういう問題が生じちゃうので、そこで継続企業の工順というものを設定した上で人為的に区切って会計機関ですね、会計機関というものを人為的に区切って報告をしないといけないって形になっちゃうんですよ。ちょっとその下で、例えば会社というものがずっとこれから続くと、ずっとこれから続いちゃうと、いつになったら財政状態とか経営成績だとかキャッシュフローの状況を、報告してくれるのかって問題が生じちゃうので、例えば4月から3月の1年間、例えば3月決算で3月にもう決算やります、要するに一旦ここで強制終了をかけちゃいますよということなんです。でここで決算をやって、ここで一旦財政状態だとか経営成績だとかキャッシュフローの状況だとかを我々投資家、外部の利害関係者に報告をするという形になるんですね。だから普通に考えると継続企業の工順があるんで、継続企業の工順によるとずっとこっちまでつながってちゃうんですよ、 会社って。それこそ半永久的に会社が続いちゃうので、これじゃあいつになったら報告してくれるのかって話になっちゃうので、一旦ここで強制終了をかける、これが決算なんですね。決算ということで活動結果を報告すると、外部の利害関係者に報告しますよってことね。まあ、簡単でいいです。継続企業の工順ということで、まあ、そういう工順があるということで、継続企業の工順は基本的にはずっと特別な範疇がない限り会計という企業というものは半永久的に活動を続けていっちゃいますよということが前提になって会計を考えてるんです。会計を考えるんですね。ただそうなるとどこで報告するかという問題が生じちゃうので、人為的に区切っていかなきゃいけないってことにもなるんですね。ですから人為的に会計期間を区切っていって、まあ、強制終了をかけて決算をしないといけないということにもつながるんですね。で最後3つ目なんですがですね、貨幣的評価の工順というのがあります。で貨幣的評価ですね。でこれが3つ目の会計工順になります。で貨幣的評価の工順というのは、ちょっと読んじゃいますが、貨幣的評価の工順とは企業会計における測定尺度として一般に貨幣数値が用いられるという前提であるということですね。例えば土地を持っていると、会社が土地を持っているときに、この土地をどう評、まあその測定尺度というかですね、何で評価をするかということで、基本的には貨幣で評価するんですよ。例えば10億円とか
でこれをですね、例えばその大きさで評価されても困っちゃうんですね。何平米っていうんですかね、その何坪とか、まあ何でもいいですが、その大きさで評価されても困るんですね。なんで困るか、それはもう皆さんの方がお詳しいと思います。例えば北海道にある土地と東京にある土地では同じ面積でも全然価値が違っちゃいますから。ですからその大きさで評価されても困っちゃうので価値が分かりませんからね。ですからそうじゃなくて金額で、つまり貨幣額なんですが、貨幣額で評価をしないといけないというのは貨幣的評価の工事なんです。ですから企業会計は企業会計における測定尺度です。測定尺度としては会計ですね、企業が行っている会計の測定尺度として用いられるのは一般に貨幣数値ですよ、貨幣額ですよっていうことですね。これが貨幣的評価の基準なんですね。要するにお金、まあ、何円というお金ですね、お金でもって会計というものは全部考えますよという貨幣額ですね。貨幣額で考えますということで、まあ、還元すればということで、企業が会計行為ですね、会計行為すなわち、まあ、記録ですね、記録したり測定したり伝達、まず帳簿に記録する、帳簿に記録したり、まあ、いろんなことを測定したりして、で最後外部の利害関係者に伝達をする、報告をするということを行う際には全て基本は貨幣で行うということですね。ということは、まあ、見方を変えれば、まあ、その下のところなんですが、貨幣的評価の工順によれば貨幣で測定されない事象、まあ、できないと言った方がいいかもしれませんが、お金で測定できないものに関して言うと会計上認識することができないことになる。どういうことかというと、ちょっとここにコメントつけておいたんですが、貨幣で測定できないものって何かといったら、例えば一人一人の従業員の価値なんですね。例えば社長さんがですね、朝、まあ、朝礼の中で、皆さん従業員に向かって、君たち従業員一人一人は我が社にしてみれば大事な財産なんだと、例えばそんなコメントを言うと、で一人一人の従業員ですね、一人一人の従業員に対して、あなたたち一人一人は我が社にとって重要な財産なんだ、なんてことを言ったとしても、それは会計の範疇の中に入ってこないんですよ、財産額なんていうのは。なんでかというと、その従業員ですね、従業員が一人一人が大事な財産だなんてうちの社長が言ったところで会計の範囲の中に入ってこないんですね。なんで入らないかというと、従業員は従業員の、まあ、価値ですが、従業員の価値というのはお金では測定できないんですよ。だ例えば山下さんは、まあ、1億円だなと、川崎君は3億円ぐらいだな、そんな会話はおかしいですよね。だから従業員、会社が抱える従業員、会社が抱える従業員は大事な財産だ、まあ、それは言ってることは分からなくはないんだけれども、会社の従業員は会社の財産だ、まあ、それは言ってることは分かるけれども、じゃあその財産というものは会計的にどう捉えるか、会計ですね、会計的にどう捉えるかといったときにお金では測定できないんですよ。だから会計の範囲の中に入らない、要するに従業員を財産だなんていう認識の仕方は会計ではしないんですね。従業員一人一人の従業員が財産だなんて、そんな認識の仕方は会計という枠の中ではそういう認識の仕方はしないということね。あくまでも貨幣で測定できるもの、それが、会計の範囲の中に入ってくるということですね。これが貨幣的評価の基準ということになります。でもうちょっと説明すると、なんでお金で、全てをお金で評価してしまうということになるのかというと、例えば株主に配当するんですね、税金も払うんですね、最後はすると最後は株主に配当したり税金を納めるということなんですが、原則は全て金銭なんですね。だから金銭で動くということになるので、ですからそうなってくるとやっぱり会計ですね、会計というものは全てやっぱり貨幣というもので測定していかないと具合悪いだろうということなんですね。だから分配可能なお金から税金ですね、課税額、まあ、そういったことを考える上ではやっぱりですね、貨幣で評価をしないといけないだろうと、お金で評価をしないといけないということですね。ということで、そろそろちょっとおしまいになるんですが、まあ、次のページは次回ですね、お話をしたいと思います。
で、まあ今日はこの辺まで、まあ、第1回目ですね、お話をしてきたんですが、で正直この第1回目の内容というのは、まあ、ちょっと今日はまあ導入部分、まあ、入り口部分ということで、まあ、会計というのは大体こんなものですよという説明になるわけなんですね。で、まあ、正直この辺のところが直接試験に出るというわけでもないんですけどもね、まあ、あの一応やっといた方がいいかなっていうぐらいです。で、ですね、まあ、あんまりこれは覚えなくていいんですが、ごめんなさい、終わりにすると言っといてすみません、ごめんなさい、あと10分ですね、ごめんなさい、ちょっと教科書閉じちゃったかもしれませんが、ちょっと次の16ページ目、この辺あまり出ないので覚えなくてもいいですが、次のページ16ページ目ですね、会計主体論、まあ、この辺はいいです、あのとりあえず今、ただ、企業という会計主体論ということで、企業というものをそもそもどういう存在として捉えるかということで、これいろんな説があるんですよ。で、いいです、あの資本主義説という考え方があって、ね、まあ、この辺はあまり厳密に覚える必要ないですが、資本主義説ということで、その企業という存在ですね、ごめんなさい、ちょっともうちょっと説明しますが、企業という存在を、どういうふうにして捉えるかということで、資本主義説ということなんですが、企業は出資者の集合体であると見て、資本主の立場から会計を判断すべきなんだということで、あの企業ですね、まあ、会社というものを出資者、ね、お金を出してくれた人、お金を出してくれた人の集合体として考えるということなんで、例えば個人経営なんかやってるような会社です。自分でお金を出して自分で会社をやるみたいな形で、ですね、資本主説ということなんですが、出資者の集合体として会社を考えよう。どっちかというとちょっと下がっていただいてですね、会計を行う主体としての企業が所有と経営が一致している企業と、つまり自分でお金を出して自分で経営するみたいな、個人経営みたいな感じで、だから企業の規模がちっちゃいんですよね。で、企業の規模がちっちゃくて所有と経営が一致しているということで、自分でお金を出して自分で経営すると、でそうすると企業というのは資本の施設という説に立った企業の見方になっちゃうんですね。企業という存在をお金を出してくれた人が集まって企業ができてるんですねということで、だからその所有と経営が一致するケースが多いんですね。ここから読まなくていいですけどね、もうその下いらないです。で、代理人説はやらない。で、企業主体説に移っていただいて17ページ目なんですが、でもう一つあって、で企業主体説というのは所有と経営がはっきり分かれている、別個独立しているということで、お金を出してくれた人と企業というものはお互い別個独立しているということで、いわゆる所有と経営が分離しているような感じなんですね。そういう前提で会社を捉えていこうというのは企業主体説と言ったりします。まあ、所有と経営が分かれてますよということで、所有と経営が完全にこう分かれているという、分離しているっていうね、まあ、そういうふうにして企業を捉えていこうというのは企業主体説って言ったりします。まあ、そんな上にしてさっきの資本主説ですね、ちょっと軽くでいいです、あの軽くで結構なんですが、ごめんなさい、ちょっと最後に付け出しちゃって悪いんですが、資本主説っていうのは所有と経営がどっちかというと一致しているという前提です。資本と、所有と経営が一致していて、自分でお金を出して自分で会社を経営するみたいなのが資本主説という立場に立って企業を見ているってことになるんですね。それに対してもっと会社の規模が大きくなってきて、企業主体説ぐらいまでこうだんだん企業の規模が大きくなってくると、所有と経営が分かれてきて、まあですね、企業という存在は出資者とは別個独立した存在として企業というものを捉えようと、所有と経営が分かれますよ、そういうふうな前提で企業を捉えていこうというのは企業主体説って言います。まあ、ちょっと言葉だけ、ね、軽く資本主説、それから企業主体説、まあ、この辺のところ少し、まあ、読んでおいてください。で、まあ、次のページはいらないです。で、企業体説になるともっと会社が大きくなるんですが、これは一切読む必要ありませんね、やらなくていいです、ここはやらなくていいですね、
企業体制になるともっともっと会社が大きくなって、例えばトヨタとか日産みたいにもあの 巨大な企業を想定しちゃうっていうのは、まあ、前提になるんですが、まあ、そういうのはやらなくていいですから、あの忘れてください。ここはやらなくていいというね。とりあえず戻っちゃいますが、資本主説と企業体制という企業主体説ですね、まあ、この辺の違いぐらいはちょっと覚えてもらってもいいのかなと思います。資本主説ですね。資本主説っていうのは所有と経営が一致しています。所有と経営が一致していて、どっちかというと個人でやっているような会社ですね。自分でお金を出して自分で経営する、所有と経営が一致していると。個人商店みたいなものでもいいです。個人商店みたいな感じで、そうすると資本主説っていう、資本主ですね、資本主説という立場に立ちます。そうやって会社を見てるってことですね。で、企業主体説、企業主体説って言われると所有と経営が分かれちゃうんですね。所有と経営が分かれてきて、株式会社ですね、株式会社のように所有と経営がしっかりと分かれていて、そういう前提で会社を捉えていこうっていうのは企業主体説っていう話になります。まあ、これもそんなに出るところじゃないんですけれども、ちょっと言葉として、覚えておいてください。で、まあ、今日はここまでになります。すみません、もうこれ以上やりませんの で次回は次のページで、ちょっと一回予告ということで、次回はこの一般原則2番ですね、19ページ目になりますかね、はい、次回はこの辺からやっていきたいと思います。で、今日は第1章ですね、まあ、は初めにですかね、最初の、まあ、会計学の、まあ、総論の、まあ、1番目ですかね、最初の部分になります。で、ちょっとあと 2,3 分で、一言最後にまとめておきたいと思うんですが、今日から会計学をスタートするということで、繰り返しになっちゃいますが、今日やってきた内容自体は正直そこまでこう重要度が高いテーマを扱っているわけではないんです。ですから、まあ、まだ少しぼんやりとした理解でも全然大丈夫なんですが、で、次回以降ですね、次回以降になると、まあ、だんだんこう、大事なテーマになってくるので、まあ、しっかり覚えてほしいんですね。で、改めてとにかく会計学という科目はですね、やっぱり例年に比べると分量が増えると思います。それもちょっと覚悟しておいてもらいたいんですが、で、とにかく覚える量がやっぱり例年と比べると多い。で、とにかく覚えるという作業が中心です。覚える、暗記です。で、何度も言うように覚えられない、いや先生それが大変なんだよと、覚えられないんだよ先生と。確かにそれは分かります。私も道を覚えられないんで、もうよく女房に泣きついたりする、俺覚えられないんだよな。でも覚えられないでいくら言っててもそれは拉致が開かないです。覚えなきゃ仕方がないんですよ。受験勉強ってそういうもんですから。それは厳しいこと言うんですけども、繰り返すという作業が何よりも大事です。とにかく覚えられないという方は、とにかく時間を作って繰り返すしかないんですよね。ただ書くというのはちょっとさすがにめんどくさいかもしれない。特に今の時代、なかなかこう鉛筆を持って書くという作業はなかなか、今の時代ですね、やりにくいかもしれません。まあ、音読ですかね、音読みたいな感じで、ちょっと最初に音読で何回かもう意味分かんなくてもいいです。意味は分からなくても何回か喋ってると、そのうち勝手に意味が通じてきちゃったりすることがあるので、少しこう音読みたいなことをしておくと、だんだん記憶として定着する。それからもう一つは、覚えるという場合にはいきなり細かいところまで覚えるというのはダメですね。それはさっき言ったように道を進むんであれば、いきなり細かい路地まで全部覚えようとしても迷子になっちゃいます。逆に迷子になっちゃいますから、大体の方向性だけ決めて行っちゃえばいいわけです。で、あとはもう何回か通れば覚えてくるんですから。ですから、細かいところ、細かい表現は置いといて、大体こんな感じですねというレベルでまず覚えていくんですね。で、少しずつこう言葉として慣れてきたら、細かい表現にこだわって精度を高めていただきたいということなんですね。焦ったらダメです。1回2回読んで覚えられないとかっていう人いるんですけど、それは無理ですよ。1回2回読んでこの表現が全部頭に入っちゃったらすごいですから、なかなかそれは無理なんで、もう地道にもう、頑張るしかないんです。頑張るしかないということなんで、これからしっかりと会計学を、勉強していただいて、ね、またしっかりと本番の試験、会計学で合格点を取っていただきたいと思います。まあ、とりあえずまた次回はこの続きでやっていきたいと思いますので、今日第1回目の内容は軽くで結構です。時間の許す範囲で、しっかりと復習はしておいてください。ということで、本日第1回目の講義については時間が来ましたので、ここまでということにしておきたいと思います。どうもお疲れ様でした。